本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。連休明けということで、昨日私は休みだったのですが、私が休んでいる間に、どうやらとんでもないことが起きてしまったようです。昨日の、暇空茜様のポストが、こちら。ごめん、今までで一番すごい堀口秀俊スペシャルライブやります。シンプルにすごいです。21時からにしますか。伝説に立ち会ってください。今までのライブで一番の衝撃を約束します。なんだろう、私が休んでいる時に今までで一番すごいライブをするのやめてもらっていいですか。あーもうめちゃくちゃだよ。ただでさえ動画化が追いついていないというのに。まあまあええわ。それでは昨日のライブについて話していきましょうか。もう皆様もご存知だと思いますが、なんと堀口くんが暇空茜様を訴えていた裁判を取り下げて逃亡したそうです。順を追って説明していきましょうか。現在堀口くんが抱えている裁判は、判明しているだけでも、かなりの数があります。清谷様との裁判、最初のツイート裁判、追加ツイート別訴、学習院 OB 仮処分がそれぞれ2個、そして学習院 OB 本訴訟です。その他、大量の開示請求や、ノート記事に対する、削除仮処分への起訴命令申し立てからの、本訴訟、などもあります。今回、堀口くんが取り下げたのは、この中の、暇空茜様のノートに対する訴訟、です。暇空茜様はノートで、堀口秀俊まとめ、スペース無限延期編、みたいな感じのタイトルで、堀口くんのまとめノートを作っていました。その記事を、堀口くんが訴えた裁判です。記事は現在見ることができなくなっています。堀口くんは、この裁判から、暇空茜様に対する請求を取り下げ、逃亡しました。いや、どういうことやねん一体。唯一と言って良いレベルで、堀口くんがギリ勝てるかもしれない裁判だったでしょ。それを取り下げるなんて、ありえないでしょ。もうね、堀口くんには、心底失望しました。何をやっているんですか本当に。確かに、高額な賠償金を取るのは難しいかもしれません。堀口くんが勝てたとしても、取れてせいぜい数十万円程度が、関の山でしょう。コラボ弁護団が誇る、プロの左翼弁護士を、3人も代理人につけているのですから、仮に裁判で勝って数十万円を手に入れたとしても、黒字にするのは難しいです。というか、赤字になる可能性の方が高いかもしれません。しかし、堀口くんにとって、あのノートの裁判だけは、必ず勝たなければいけなかったはずです。なぜそれを取り下げたのでしょうか。意味がわかりません。多少赤字になったとしても、あの裁判だけは、絶対に勝っておかなければならない裁判でした。いや、実際にやって勝てるかは知りませんけどね。堀口くんは今ではすっかり、ダーを扱いされていて、今彼が訴訟をちらつかせても、効果は薄いです。しかしそれでも、たとえ費用倒れになったとしても、暇空茜様だけは訴えて、なんとか勝ちに行くものだとばかり思っていました。たとえ負けても、赤字になったとしても、最低でも一矢報える、最低限それぐらいの気概は、私たちに見せてくれるものだと期待していました。しかし、その結果が、このざまです。はい。とても残念です。なんで堀口くんは取り下げたんですかね。ちょっとよくわからないです。何か理由があって、やむを得ない事情で取り下げたのなら、事情をきちんと説明するのが良いと思います。なお堀口くんは、最初の請求のうち、暇空茜様に対する請求は取り下げたものの、ノート運営に記事の削除を求める請求は、取り下げていません。つまり、暇空茜様のノート記事に対する裁判は、暇空茜様への損害賠償の請求が消滅し、単純に、ノート記事の削除を、求めるだけの裁判、という形に変更されました。これもちょっとよくわかりません。せっかくコラボ弁護団がついているのに、暇空茜様に関する請求を取り下げると、コラボ弁護団がついている意味がありません。コラボ弁護団は、この裁判に限っては、堀口くんが暇空茜様に勝てそうだから、首を突っ込んできたのではないでしょうか。あるいは、詳細は不明ですが、コラボ弁護団の内部で、何か色々あったのかもしれません。何か事情があって、ノート記事の削除のみを求める請求のみに、絞った可能性があります。削除のみを求めると、訴えが通りやすいと判断した、ということでしょうか。もしかしたら状況が変わって、コラボ弁護団と堀口くんの間で、何かあった可能性もあります。堀口タイマーが作動していないことを、ただただ祈るばかりです。なお、この件を受けて、暇空茜様は、シャンパンを開け、キャビア、白子、肉、ポテチをむさぼり食った結果、しばらくしてから、胃薬の写真をアップしていました。どうやら、フードファイトにチャレンジした結果、完全敗北してしまったようです。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。堀口くんは、餃子50個をペロリと食べるんでしたっけ？フードファイトの話なら、マウントを取れるのではないでしょうか。マウントを取るのが大好きな、堀口くん、今こそマウントを取る時ですよ。暇空茜こと省略に対する請求は、やむを得ず取り
下げたものの、フードファイトでは、私の方が強いことは、明白ですよね、と投稿して、いきり散らかしてやりましょうよ。ちなみに、自分語りになりますが、昨日は私も、休みということで、暴飲暴食をした結果、下痢になってしまい、1日で4回ぐらい運行しました。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。さて、これらの件を受けて、堀口くんが X にて、大変荒ぶっておられます。まずは、元となった、暇空あかね様のポストを紹介します。それがこちら、一つだけ宣言しとくと、もし堀口くんが逆のことをしたら、すなわち、俺が何か違法な投稿をしたと宣言したら、俺はそれは嘘だから訴える、と宣言して、遅くとも3日以内営業日に、提訴する。こちらの煽りに対して、堀口くんはめちゃめちゃヒートアップしてしまいます。なんと1336文字にも及ぶ、長文のポストを投稿されました。共産党と強いつながりがある二刀夢野さんのお気持ち表明に匹敵するレベルの、長文レシートやめてください。非常に長いポストですが、ツッコミどころが満載なので、一つずつ見ていきましょう。暇空あかねこと水原清輝は、東方が在学証明書を偽造したり、経歴を詐称したりしたとする、虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損しました。もろちん、堀口くんは在学証明書の偽造などはしていないと思います。しかし学生証のバーコードを、有志が検証した結果、バーコードから判明した入学年度が、堀口くんの主張している入学年度と、違う可能性があるのですが、この件については、ノーコメントなのでしょうか。バーコードの件は、かなり致命的なので、もし反論をなさるのであれば、早めに反論することをお勧めします。東方が横浜管理裁判所において、被告と通報した、馴れ合い訴訟を提起したとする、虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損しました。いやいや、堀口くん、あれが馴れ合い訴訟ではないと主張するのは、いくらなんでも無理がありますって。ではなぜ被告は、弁護士費用約30万円を支払ってまで、暇空あかね様の補助参加を拒否したのでしょうか。被告の明らかに異常な動きについて、納得のいく説明があれば、馴れ合い訴訟という表現を訂正します。しかし堀口くんは、あれは馴れ合い訴訟ではありませんよね、と言い張るばかりで、周りの人たちが納得するような説明をろくにしていません。被告の異常な動きと、肝心なところを一切説明しない、堀口くんの態度からして、あれは馴れ合い訴訟だと思われても仕方ありません。ところで堀口くんは、当初は横浜関西の判決を持ち出して、示談を迫っていました。しかし、横浜関西の件が、馴れ合い訴訟ではないかと疑われ始めてから、その判決を持ち出すのを急にやめました。馴れ合い訴訟単体では、違法行為ではないものの、馴れ合い訴訟で出した判決をもとに、示談などを迫ると、違法行為に当たる可能性があります。なおこれは、あくまで一般論です。東方が発信者情報開示請求の手続きで、X コープから受領した、暇空あかねアカウントに登録された電話番号及び電子メールを、無断でウェブに公開したとする虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損しました。この件の真相については、第三者からは確かめようがありません。堀口くんと暇空あかね様、どちらの主張が正しいのかは、私たちには何とも言えません。なので、裁判所や警察などに判断してもらうのが、手っ取り早いです。もし堀口くんが開示していた個人情報をボロン、していないのだとすれば、いずれ堀口くんの疑いは晴れるはずです。今は悔しいかもしれませんが、その時を待ちましょう。なお、学習院告発サイト。東方がソーマルランド、英国や、横浜市中区福富町を出入り禁止になったとか、各地の風俗店でトラブルを起こしている秀または、ガシマンってなる人物である、とする虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損するとともに、プライバシーを侵害しました。秀という人物はまあ、秀というあだ名の人は、世の中にたくさんいますから、きっと堀口くんとは別人でしょう。ガシマンテに関しては、堀口くんの親友である可能性が高いです。全力で親友をかばう堀口くんは、義理がたくて素晴らしい人物ですね。まあ、風俗の迷惑客なんて、その辺にたくさんいるでしょうから、たまたま共通点がいくつかあるだけの、別人である可能性が濃厚です。東方が、ステルスマーケティングの仕事に携わっていた、とする虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損しました。いや、ステマかどうかは置いといて、堀口くんが PR 案件の仕事を自称していた。というところまでは、事実ではないでしょうか。あれはステマというか、もっとヤバい話があったような。まあ、前は、話を進めましょう。東方がアマルルとビデオ A 丸の、知的財産権を悪用して、A 丸の違法ダウンロードをしていた人物を、脅迫または恫喝して、金銭を巻き上げていたとする虚偽の事実を敵視して、東方の社会的評価や信用を毀損しました。これはいわゆる、長文くんのことでしょうか。長文くんに関しては、文体がやけにねっとりしているものの、堀口くんとは別人であることは、明白でしょうに。というか私は、堀口くんの秘書が、長文くんを知っていて、大量開示からの示談要求という手口を、思いついたのではないか、という可能性を考えています。東方がキングスカレッジロンドン KCL を定額になったとか、慶応義塾大学及び国際キリスト教大学 ICU の受験に失敗したと述べ、東方の社会的評価や信用を毀損するとともにプライバシーを侵害しました。堀口くんがどこの大学に落ちたのか興味は一切ありませんし、どうでもいいのですが、その上で言わせてもらうと、どの大学に落ちたのか話すことがプライバシー侵害になるかというと、
ちょっと厳しいのではないでしょうか。〇〇さんは、A という大学に落ちたらしいよ。という話だけで、プライバシー侵害を取るのはかなり難しいでしょう。ちょっと堀口くんの主張は、嫉妬なのかなと思います。っていうか堀口くん、暇空茜様の東大寺学園の中退を、散々こすっておいて、自分がどこの大学に落ちたとかいう話をされただけで、いやー、プライバシー侵害ですと大騒ぎするのは、いくらなんでも敏感すぎます。一旦落ち着いてください。東方に対する、身長が低いや、シークレットシューズほか身長を高く見せる器具を装着しているに違いない、といった認識に基づき、生来的要素の強い身体的特徴である身長について、揶揄誹謗ない視聴症を繰り返し、社会通念上の受任限度を超える侮辱によって東方の名誉感情を侵害し続けました。まあ、これに関しては、外見的特徴を揶揄するのは良くないので、表現によってはアウトを取られる可能性があります。ただ、これも難しくて、例えばチビと連呼すれば、名誉感情侵害ぐらいは取れるかもしれません。しかし身長が低いというのは、相対的な表現ですから、名誉感情侵害が取れるかどうか。ちょっと微妙なラインではあります。モロチン相手が嫌がっているのに、連呼していたら、アウトを取られる可能性もなくはありませんが、シークレットシューズも、これまた微妙な表現です。連呼していればアウト取れるかもしれませんし、取れないかもしれません。裁判ではっきりさせるのが良いのでは、問いようと思ったのですが、そういえば堀口くんは、暇空茜様のノートに対する請求を、なぜか取り下げています。猫800ほか、東方の権利を侵害する XQ ピターユーザーの投稿記事を、リポスト級リツイートして、東方の名誉感情ほか権利を侵害しました。これまた、微妙なところです。猫八様の動画は確かに内容によってはアウトを取れる可能性もありますが 3D モデルがリアル調ではなくローポリなので本当に微妙なところなんですよ。それこそ実際に裁判をやってみないとなんとも言えないという微妙なラインです。それなのにあたかも名誉感情侵害がすでに確定しているかのような口ぶりです。ひでとし、猫八様にブチ切れているのはわかるけどこういう書き方は良くないぞ。一つずつ改善していこうな。東方が SNS 他ウェブに掲載した文書、画像及び映像を無断で SNS 他ノートに転載し、東方の複製権や公衆送信権を侵害しました。それを言うなら、堀口くんの方こそ、他人のポストのスクショ、拡散しまくっていますけどね、X 内で X のスクショを転載する行為は、政府っぽいです。ただし当たり前ですが、外でやるのはダメです。画像などの転載については、訴えても赤字になる可能性が濃厚ですが、著作権で争ってみるというのは、選択肢の一つとしてはありかもしれません。ただ、暇空茜様のノート記事の裁判から逃げている堀口くんが著作権で争う気概があるかというとね、おそらくないでしょうね。東方が非公開の裁判手続きのため裁判所に提出した文書を SNS 他ノートに転載し、東方の功労権や公衆送信権を侵害しました。これに関しても訴えたら数万円取れる可能性もありますが、費用倒れになる可能性が濃厚です。いずれも東方に対する不法行為を構成します。とても許せません。なお、ここにおいて列挙した暇空茜こと水原清輝の不法行為は0時に過ぎず、ここに記載されていない暇空茜こと水原清輝の不法行為について、許容ないし黙認するものではありません。お、不法行為を構成しますと、断言しましたね堀口くん。そんなこと言っちゃって、大丈夫でしょうか。暇空茜こと水原清輝は、東方による不法行為の指摘から、3営業日以内に提訴すると宣言しました。東方も、暇空茜こと水原清輝の、上述の行為に関わる責任を追及できる絶好の機会と認識しています。今から反訴できるのが楽しみです。初日不参入としても、2024年2月16日金までに提訴しなければ、暇空茜こと水原清輝は嘘つきになってしまいます。ぜひ3営業日で、異論なく主張立証した訴状を裁判所に提出してください。お待ちしております。くれぐれも中身がスカスカの、インスタント訴状はやめてくださいね。いや、暇空弁護団の事務所がわかっているのですから、相手の提訴を待たずに、さっさと訴えれば良いんじゃないでしょうか。いつでも暇空茜様を訴えることができるのに、なぜ、反訴できる絶好の機会ですっふふ。と余裕をぶっこいておられるのでしょうか。裁判で、ご尊顔を拝見できる日を楽しみにしています。とおらついていたのに、初日からウェブ期日を申請した時と、同じような香りがしてしまうのですが、気のせいでしょうか。なお、一連のイキリポストを投稿したのが、昨日2月13日の、午前6時13分です。この日の夜、暇空茜様への請求を取り下げていたことが判明し、大恥をかくことになると思うと、いろいろな思いが込み上げてきます。堀口くん、かわいちょ、取り下げるなら取り下げるで、相手が情報を出す前に、ちゃんと周りが納得するような説明を、事前にしておくべきです。先に説明せず、暇空茜様から情報が先に出ているあたり、やはり堀口くんは都合が悪いから、言及しなかったんだろうな、と思ってしまいます。堀口くんのイキリポストは、さらに続きます。長々と書いてるけど、堀口さんが何かするわけじゃないのね。暇空茜こと水原清輝は、ご丁寧にも遅くとも3営業日以内の提訴を予告しています。つまり週内ですね。親切にも暇空茜こと水原清輝から迅速にアクションを起こしてくれるのですから、どっしり構えて待っていれば良さそうです。遠回しに、チクチク刺される、堀口くんの図、主張立証した訴状を出せと言っているけど、全部起伝が訴状を出さないといけない案件じゃないの。
反撃したつもりみたいだけど全く反撃になっていないよ。暇空茜こと水原清輝は、東邦が不法行為を指摘したら提訴すると宣言しました。わざわざ暇空茜こと水原清輝が、費用をかけて訴訟を提起して議論の場を設けてくれるのですから、私として乗らない手はありません。その後の反訴で損害賠償も請求できます。繰り返しになりますが、請求を取り下げたことが、発覚する前の発言です。取り下げたことを知ってから見ると、非常に味わい深い発言です。どういう事情があったのかは知りませんが、ノートまとめ記事への裁判ぐらい、最後までやりきって欲しかったです。なお堀口くんは、書き終わった後に、あ、これを書くの忘れてた、となったのか、またお気持ち表明を再開しました。この他にも、暇空茜こと水原清輝は、東邦が都営したにもかかわらず、飛行機のビジネスクラス座席や食事の画像や、ロンドン市内を写した写真に写っていた ATM に言いがかりをつけて、あたかも東邦が都営していないのに都営を語っているとする虚偽の事実を敵視して、東邦の社会的評価や信用を毀損しました。いや、なんで学歴詐称の話ではなく、都営云々の話なんですか。問題にするポイントがおかしいでしょ。大事なのは、KCL に在籍しているかどうかであって、都営しているかどうかは、あまり関係がありません。東邦が東南アジアでバイマルしているとする虚偽の事実を敵視して、東邦の社会的評価や信用を毀損するとともに、プライバシーを侵害しました。あまりにも暇空茜こと水原清輝による東邦に対する不法行為が多すぎて、とても書ききれません。東南アジアの話は、ことあるごとに堀口くんが言っているのですが、そんな話ありましたっけ？もしあったのなら申し訳ありません。不法行為が多すぎて、と堀口くんはおっしゃっています。ならばぜひ、裁判で白黒はっきりつけてください。もし本当に、暇空茜様の不法行為が多数あるなら、堀口くんはこれからの裁判で、きっと連戦連勝するはずです。まさか途中で、請求を取り下げたりとか、そんな中途半端なことをするわけがありませんよね。というわけで、堀口くんの今後の戦いに期待しましょう。一方で、ガチギレする堀口くんに対する、暇空茜様の反応がこちらです。俺が、それは嘘だから訴えると宣言して、遅くとも3営業日という、暇空が宣言してから、が条件だから、王が勝手に、2月16日と期限を置くこと自体、嫉妬だよな受ける、ほんまやわろた、顔真っ赤やん。どうしたんですか堀口くん、顔真っ赤ねなのですか。ダメですよ堀口くん、こんな挑発に乗って、クソ長い長文でお気持ち表明してしまっている時点で、相手の思うツボというか、まあ言ってもわからないんでしょうね。多分これに対する堀口くんの反応がこちら。暇空茜こと水原清輝の文章は歯抜けになっていることが多く、正確な読解が困難、死体や虐待が欠落したり、前提となる条件に言及されていなかったり、主語が入れ替わったり、暇空茜こと水原清輝ご本人しか理解できない文章で、まるで小学生の作文を読んでいるかのような気分になります。なんか初手アウト発言した時と同じようなテンションになってて刺さったんだ。懲りませんねー。堀口くんも一時のテンションに身を任せて自分を見失う人は大体破滅するんですよ。この文脈で自分しか知らない個人情報をボロンしたとか言い出したら、俺はやってないし潔白証明のために訴えるけど、堀口くんはって意味が読み取れない。〇〇音の何清田に訴える感謝よろとか言ってから1年半寝かけたし、仮処分の先に進まないからクソ命令告知から申し立てる必要があったし、それで取り下げて逃げようとするやつから不服3日で訴えないとあなたの負けですよねとか文脈読めないですって自白しながら挑発されてんの。何これ、なんやこれ一体、頭おかしなるで。なお、これに対する堀口くんの反応がこちら。訴訟の提起に時間がかかるのは普通、発信者情報開示や投稿記事削除は仮処分決定で手続きが終わることも珍しくありません。発信者が補助参加して基礎命令を申し立てるのが異例。発信者情報が開示され取り下げても投稿記事の削除が維持されるなら、裁判手続きを進行しないのは合理的な判断です。本当狂気。まあ、堀口くんがそうおっしゃるのなら、そういうことにしておきましょうか。さて次は、暇空茜様のポストから引用します。堀口くんってマジで他人からどう見える、その積み重ねでどう思われる、が全く理解できないみたいだね。これマジで一度も友達できたことない、趣味の同じ知人レベルは一瞬できたっぽいけど、エアガンカチャカチャとか、友人にクラスアップする前に、ことごとくエサウトされ尽くしてないと。大丈夫ですよ。堀口くんには友人が80人ぐらいいるそうですし、カルピス軍団という、心の友もいますから、なお、カルピス軍団からエサウトされている、という情報もありますが、そのようなスクショは捏造に決まっています。堀口くんの大親友の小林もそのような悪質な捏造に対しては非常に怒っているはずです。せめて苦しまないようお願いします。首じゃなくて画面を差し出す。モニターさんたち、さらば来世ではパンダに生まれ変われると良いですね。堀口くんも大暇空で効果あるかもって取り込んだんでしょ。効果はありましたね。確かにある意味で効果がありました。おい誰だ、堀口くんを仲間に引き入れた奴は、今すぐ責任を取れよな。これだけ言って、司法の判断には従った方がいいのでは、とか言われても消さなかったわけだね。学習院告発サイト、つまり消えた時は、堀口くんが完全降伏した日になりそうだね。今後、学習院告発サイトが消えた日が、城が落ちた日、と考えても良いかもしれません。いやでも秀俊のことですから、また消したり復活させたり
りを、平気で繰り返すかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。消したり復活したりを繰り返した時って、関節強制筋の扱いとかは、どうなるんでしょうね。まあそのあたりは後でわかることでしょうか。関節強制筋を受け入れることで、自分自身に、盛大にスリップダメージを与えていくスタイル、一体何がしたいのでしょうか。その行動に、一体何の意味があるのでしょうか。俺さ、裁判はどっちが勝つかは結果はわからないと言ってきたけど、学習院告発サイト本訴訟については、まあ 99.99 勝てると思うんだよね。仮処分での書面見たときそう思った。でも消さないってこれ、このくだらねえ迷惑サイトが堀口くんの尊厳ってことだよね。尊厳破壊される日が楽しみ。どんな人生送ったら、迷惑サイトが人生で唯一の尊厳になるの。もし仮に、コラボ弁護団と何かあった、と仮定すると、堀口くんを制御する者はいなくなり、王が完全復活してしまうかもしれません。もしかしたら、完全敗北するその日まで、堀口くんは学習院告発サイトを公開し続けるかもしれません。やめてくれよ。そろそろ、祭りも終わりかね。刑事って、逮捕が半年後でも早い方で普通は1年後とかだし、在宅なら逮捕ないし、堀口くんが途中で折れたりするわけないから、1年くらいはまだ続くよ。堀口くんが、本格的に王になってから、だいたい半年ぐらいでしょうか。これがあと1年ぐらい続くとか、頭おかしなるで。僕、人の嫌がることを進んでやります。堀口くん、人の嫌がることを進んでやります。僕、前代未聞かもしれませんね。堀口くん、前代未聞かもしれませんね。僕、また何かやっちゃいました。堀口くん、また何かやっちゃいました。堀口くんなら、本気でこう思ってそうなので、困ります。さて堀口くんは今後、改めて暇空あかね様を、提訴するのでしょうか。それともこのまま本当に逃げて、裁判から逃亡するのでしょうか。そんな堀口くんに、リーガルハイの、コミカドケンスケのセリフから、この言葉をお送りします。誰にも責任を取らせず、見たくないものを見ず、みんな仲良しで暮らしていけば楽でしょう。しかしもし、誇りある生き方を取り戻したいのなら、見たくない現実を見なければいけない。深い傷を負う覚悟で、前に進まなければならない。戦うということはそういうことだ。愚痴なら墓場で言えばいい。金が全てではない。金なんですよ。あなた方が相手に一矢報い、育児を見せつける方法は、奪われたものと、踏みにじられた尊厳にふさわしい対価を、勝ち取ることだけなんだ。それ以外にないんだ。最後までご視聴ありがとうございました。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。さて現在、堀口秀俊界隈は、非常に盛り上がっています。しかし、元となる書き込みを、まだ動画では紹介していなかったので、ここらで改めて紹介しようと思います。2月11日、携帯電話番号の口コミサイトに、暇空あかね様の電話番号と、メールアドレスをボロン、する、次のような書き込みがありました。公金不正の追求で有名な、自称作家のインフルエンサー、の電話番号です。以下の理由から、絶対に加電してはいけないし、この番号からの電話に出てもいけません。分体からして、もろでささパンダ。自称作家という言い回しの時点で、だいぶあれなんですが、自称作家とわざわざ作家の部分を、カギカッコで強調しています。あ、察し。まあでも、ここまでわかりやすいと、逆にわざとかもしれません。悪質ななりすましはやめましょう。ふがふがと歯の抜けたような話し方が特徴で、聞いていて不快な声で話します。機嫌が悪くなると、絶叫したり、癇癪を起こして発狂したりします。たまに喘ぎ声のようなものも聞こえます。文章がものすごく、ねっとりしてんな。お前な、もうね、文体の癖が強すぎるんよ。これまで彼を追ってきた人からすれば、もう文章を読んだ時点で、溢れ出るオーラを察知してしまうはずです。ただまあ、あまりにも露骨すぎるので、狙ってやっている気もしますが、それにしてもボロンした犯人は、喋り方や声などに、コンプレックスがありそうな感じです。大丈夫ですよ。やる気があればいくらでも改善できます。本人に改善する気が全くない場合は、どうしようもありませんが、しかも、夜でも構わず叫んでいるので迷惑です。ご近所さんがかわいそう。ご自宅は四角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 、お父上の四角四角四角さんは、こんな失敗作が一人息子なんて同情します。解釈してあげてください。彼への温かいメッセージは、次のメールアドレスに送ってあげてください。四角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 。この人おかしい。小声。何のためらいもなく、唐突に個人情報をボロン、しています。まるでこれまでに何度もボロン、してきたかのような、歴戦の露出狂のような感じがします。面構えが違う、失敗作とか、一人息子とか、あからさまに、誰かさんにぶっ刺さりそうなワードが、ピンポイントで含まれているのも、非常にレベルが高いです。プラスいいよ恋よ点、もう一度整理すると、時系列としては、丸2月11日、12時14分、口コミサイトに、電話番号とメールアドを、ボロン、丸2月11日、12時23分、暇空あかね様のメールアドに、プロトンからのメールボム、丸2月11日、12時30分、5チャンネルに転載、という流れです。口コミサイトに、暇空あかね様のメールアドがボロン、されてから、メールボムが来るまでの間隔は、わずか9分。
あまりにも短いインターバル、私でなきゃ見逃しちゃうね。いや、せめてもう少し我慢しろよと、早漏なのはわかりますけど、たった9分しか我慢できずに、メールボムを発射してしまうのは、さすがにやりすぎ行きすぎです。だいたい、これだと時系列がおかしいでしょ。この流れだと、個人情報をボロン、した人物が、メールボムの犯人と、同一人物なのではないか、と思われてしまいます。あるいは、そう誤認させたい人が、やっているのでしょうか。あまりにも美しい流れです。犯人はおそらく、当時こんな感じだったのでしょう。あ、メールボム我慢できないの？メールボム我慢しなきゃいけないのに、我慢できないの？メールボム出ちゃう。出る。発射。なお、晒されたメールアドレスと電話番号は、あからさまなステアドとして番号で、ひまそらあかね様は、ツイッター登録にしか使用していない、専用の番号とメールアドだそうです。ツイッター登録にしか使っていない情報が、なぜか外部に流出している。妙だな。誰が流出させたのかはさておき、開示請求で得た個人情報を、ネットにボロン、している人間がいること自体は、ほぼほぼ間違いないでしょう。そして面白いことに、口コミサイトのボロンを、5チャンネルに転載した人物は、秘書と同じワッチョイです。おい、何やってんだ秘書、自分からボロ出してどうするんですか。本末かえ。この秘書、首だ。というわけで、開示請求で得たとしか思えない個人情報を、ボロンする人物がいて、その人物は、メールボムの犯人である可能性が濃厚で、なおかつ、その人物は秘書と同じワッチョイを使っていると、ワッチョイかぶりでは、と思う人もいるかもしれませんが、秘書のワッチョイはかなり珍しく、かぶっていないです。あの秘書、なんであんな珍しいワッチョイを使っているのでしょうか。身元がバレると困るから、VPN とかを使っているのでしょうか。いやもう、ここまで行くと、奇跡です。奇跡のようなやらかしっぷりです。というわけで、堀口くんの秘書っぽい人は、そのうち大変なことになるんじゃないっすかねー。しかし大変なことになるのは、あくまで堀口くんの秘書なので、堀口くん本人は多分大丈夫でしょう。大丈夫。ですよねー。さて次は、最近明らかに余裕がなくなってきた、堀口くんのポストから、引用します。やばい。これチョコだらけになるのでは。の文言から漂う、たくさんチョコレートをもらった経験の乏しさ。堀口くんは、チョコレートをもらう以前に、そもそも友達がいるのでしょうか。今年は、カルピス軍団の、くっそ気持ち悪いおばさんから、チョコがもらえると良いですね。堀口くんの場合、どちらかというと、チョコをもらう側ではなく、あげる側かもしれません。なんか同級生に、ゴディバのチョコをあげていたらしいじゃないですか。施されるのではなく、周りに施していくスタイル、秀俊の成人さが、よく現れているエピソードです。感動的です。同級生にゴディバのチョコをあげたのに、なぜあのような、ひどすぎる呼び方をされているのかは、よくわかりません。さて、次に紹介するポストは、暇な空白チャンネルに投稿された、歌動画の画像に対する、堀口くんのお気持ち表明です。引用します。ご友人に恵まれないからと、わざわざパンダのぬいぐるみを、カラオケに持ち込む人がいるんですね。なお、左の人物は何も飲んでいないので、ご自身の飲料をぬいぐるみにあげたようです。ぬいぐるみの喉は渇かないので、飲料をあげるよりも、椅子に座らせてあげたらよいのに、お尻が汚れちゃいますよ。何ですか？このポストは、現代アートか何かですか？ちょっとあまりにも高度な内容なので、私にはよくわかりません。あのカラオケ画像を見て、ご友人に恵まれないからと、という言葉が出てくる時点で、間違ってますよ堀口くん。あの画像を見てそう思うのは、堀口くん自身が、ご友人に恵まれていないからではないでしょうか。いやでも堀口くんは、メタマンとか、避難所とか、匿名弁護士とか、優秀なご友人には恵まれている方でしょうか。大変失礼しました。ドリンクを誰が飲んでいるかという、謎な部分に注目している堀口くんですが、カラオケの背景画像は、元からそういう素材なので、ドリンクの位置に、特に深い意味はありません。細かい部分に注目して、洞察力が鋭い自分をアピールしようとしたものの、注目するポイントを間違えていて、恥をかくという、一番恥ずかしいパターンです。ぬいぐるみ云々の話は、本格的に意味がわからないので、もうスルーします。頼むから、何が言いたいのかを、きちんと伝わるように書いてくれ。秀俊、私は自分自身を客観的に見ることができるんです。あなたと違うんです。堀口くんが少しでも、自分を客観視することができていれば、こんなことにはなっていません。悲しいことです。ひまそらあかねこと水原清輝は、発信者情報開示の時期のみを根拠に、私がひまそらあかねこと水原清輝の連絡先を晒した犯人と断定しました。しかし、私は X コープ。から発信者情報の一切を開示されていません。また、寿司店のなりすまし予約も私の行為かのように述べました。さすがにそれは、訴訟不可避ですねー。堀口くんはぜひ、
途中で裁判を取り下げたりせず、最後まで徹底抗戦していただきたいものです。Xコープ、にひまそらあかねアカウントの、電話番号と電子メールアドレスの開示を命じる発信者情報開示命令が決定されたものの、履行されずに異議の訴えが提起されました。その後、私が発信者情報開示命令の申し立てを、Xコープ、が異議の訴えをそれぞれ取り下げました。私は発信者情報を開示されていません。堀口くんはあくまで、ひまそらあかねのメールアドと電話番号は開示されていない、というスタンスのようです。一方で、ひまそらあかね様の主張は、堀口くんは2桁以上の開示をしていて、その中には、補助参加できない手続きも含まれているので、CP 開示が通っているのではないか、ということだそうです。外からだと、どちらの主張が正しいのかはわかりませんので、ここはやはり裁判所に判断してもらうしかないのでは、というわけで堀口くんはもう、ひまそらあかね様を訴えて最後まで裁判をすること以外に残された道はありません。頑張れ秀俊、負けるな秀俊。だから別な方法で入手したんでしょ。嘘つかない方がいいですよ。暇そらあかねこと水原清輝はこのメールアドレスと電話番号をピターの他で使っていないと明言しています。するとこのメールアドレスと電話番号は別の方法だと入手できません。私が嘘をついたと明言なさいました。虚偽事実の敵視ですから不法な名誉毀損ですね。相変わらず名誉毀損だなんだと騒いでいます。しかし学習院告発サイトとかいう直球の名誉毀損サイトを公開しておきながら、そんなことを言うのはダブルスタンダードにも程があります。なるほど、堀口くんの主張が正しければやはりツイッター経由で開示をかけた人物が個人情報をボロンしたのはほぼ確定です。犯人が誰なのか判明すれば、その犯人はもう今後一生開示請求が通らないでしょ。犯人たん、かわいちょ。ですから、あなたがノートに、別な方法で入手した、と書いてあるのに嘘をつくんですか。私が知っているひまそらあかねこと水原清輝の連絡先は、住所のみ、Xコープ、から発信者情報が開示されていないので、ひまそらあかねこと水原清輝の、メールアドレスと電話番号は知りません。訴状の送達には住所だけで十分ですから、わざわざ知る必要もありません。さらっと、住所を知っていることを、バラしています。いやー怖いですね。きちんと適切な使い方をしてくれると良いのですが、訴状の送達には住所があれば十分と主張していますが、ではしつこくひまそらあかね様に対して開示請求を続けているのは一体なぜなのでしょうか。ひまそらあかね様の現住所を入手するというのが目的なのでしょうか。訴状を送達できるということは、これ以上ひまそらあかね様に対して堀口くんが開示請求を行う理由はないということです。というわけで、今後もし堀口くんがひまそらあかね様に開示請求をかけた場合は、訴訟をする以外の目的で開示をかけているということになってしまいますので、よろしくお願いします。おい秀俊、お前こんなこと言ってるのにまさか現在進行形で開示かけたりしてねえよな。いいえ、2023年6月29日のあなたのポストに貼られている画像の中に開示する内容として電話番号とメールアドレスと書かれています。もしかしてあなたが貼り付けた画像はフェイクだと言われるのなら、それはそれで大問題ですよ。 X コープにひまそらあかねアカウントの電話番号とメールアドレスの開示が命じられたものの、履行されることなく異議の訴えが提起されました。その後、私が発信者情報開示命令の申し立てを、X コープ、が異議の訴えをそれぞれ取り下げました。私は発信者情報を開示されていません。本当、狂気。堀口くんではないとすれば、ひまそらあかね様の X に開示をかけた、別の人物がボロン、したということでしょうか。しかし時期的には、晒されたメールアドと電話番号を X に登録している機関に、開示請求をかけてきたのは、堀口くんしかいない、というのがひまそらあかね様の主張です。一体何が真実なのでしょうか。X、コープへの訴えを取り下げたので、ひまそら氏のアカウントは知らないと申したのに対して、嘘をつくなと言ったまでです。事実、2023年6月29日にあなたがポストした中に、ひまそら氏のアカウント開示請求が通りましたとポストしていますから、一旦は発信者情報開示命令が決定されたものの、X コープ、は履行する前に異議の訴えを提起しました。ご説明しても理解できなさそうですね。いずれにしても、私は嘘をついておりません。要するに、小林 T の時みたいな感じで、まだ確定していないのに、堀口くんが大喜びして、先走って情報をボロン、した結果、思ったようにいかなくて、自爆しただけのことでしょ。確かに、堀口くんの主張もわかりますが、まだ確定していない段階で、いちいちプレスリリースを出す堀口くんサイドにも、責任があります。しっかりと反省してください。つうか、せめて開示が確定して、情報が開示されてから、プレリリしてもらっていいですか。情報が開示されていないのに、いちいちプレリリ出してんじゃねえよ。紛らわしいんだよ。いい加減にしろ秀俊。お前、自分がややこしい情報発信の仕方をして、周囲に勘違いさせているのに、私は悪くありませんよね。貴殿の執刀ですよね。というのは、やはり多責思考の極みです。私の早とちりだとしたら謝罪します。ですが、あなたの今までの言動など鑑みても信用に足りる人物とは到底思えないので、嘘を言うなと申したまでです。あなたの早とちりだし、あなたが手続きに無知だっただけですね。他人を疑うどころか嘘つきと断罪したのに、後付けで言い訳しているあたり、まるで誠意を感じられません。ちゃんと謝罪と反省の意思が伝わる文面で謝ってください。さもなければ法的に責任を追及します。またんだ押しててさ、パンダ。
このレス場が行われたのは、2月12日です。堀口くんが、ひまそらあかね様への請求を取り下げたことを、バラされる前の話です。大丈夫でしょうか堀口くん。いつものようにんだーをするのはいいんですが、本当に全員ちゃんと訴えてくださいよ。んだーをするだけして、忘れるとかやめてくださいよ。途中から、法的責任を追及するという、なんとも弱々しい、抽象的な表現になっています。以前のような、王特有の覇気のようなものは、全く感じられません。やはり前世紀の王のような、キレのあるんだーをがまた見たいものです。自分の嫉妬を棚に上げて、レス場を続ける堀口くん、一体どこへ向かっているのでしょうか。さて次は、ひまそらあかね様のポストから、引用します。今フリーレンの配信イベントやっていて、その接続が 1.6 万人。堀口くんはフリーレンと同レベルの人気コンテンツ。アニメ化した人気漫画に、匹敵するレベルのコンテンツ力。堀口くん、これって、勲章ですよ。ねっとり、堀口くん本人が、どうせ1万6000人なのではなく、堀口くんとバトルしている相手が、数字を持っているというのが、笑いどころです。堀口くんや避難所、カルピス軍団とかのスペースとかも、ほとんどはウォッチャーしか聞いていないでしょう。ただただ、周りから監禁され続ける、レジェンドとなってしまいました。頼むから秀俊本人も、少しはマネタイズしてください。というわけで、堀口秀俊くんは、お礼の訴訟を取り下げました。どれさん秀俊くん、話事故か。いや、マジでなんで取り下げたのか、教えてほしいんですけど、堀口くんの口から、直接説明がないので、なぜ取り下げたのかもよくわかりません。なぜ毎回、どうでもいいプレリリは大量に出すのに、皆様が気になっている事柄については、一切プレリリを出さないのでしょうか。もう待ちきれないよ、早く出してくれ。さて次は、マキ様のポストから、引用します。2月5日、ノートの件、ひまそらとノートは記事消せ、からひまそら分取り下げ、ニュー、2月7日、なりすまし予約の件、刑事告発進行、2月8日、告発サイト復活2月9日、仮処分申し立て、おかわり、間接強制5万円2月11日、秘書が、5チャンネルで、堀口くんしか知り得ない個人情報、ボロン。ひまそらあかね様に対する請求の取り下げは、2月5日より前に、決まっていて、堀口くんが知っていた。という可能性もあります。2月5日に堀口くんが知った、と決めつけるのではなく、それよりも前に知っていた可能性も、一応頭に入れておいた方がいいです。いやー、こうして時系列で並べると、取り下げた後から、堀口くんが露骨に発するしていることは、明白ですよね。もろちん、たまたまでしょう。非常に、まずい予感がします。大河封印から、完全に解き放たれてしまった可能性があります。スリーナイツをもってしても、制御できなかった王のことです。あり余る力を持て余して、暴走してしまうかもしれません。いや、暴走してしまうかもしれませんっていうか、もうすでに暴走しちゃっているでしょうか。どうすんのこれマジで、堀口くんは、自分で自分を追い込むのをやめてください。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。補助参加の書面できたんで、堀口くんが取り下げて、僕から逃げた訴訟に出します。堀口くんは、ひまそらあかね様への請求を取り下げたものの、ひまそらあかね様が補助参加をするみたいなので、取り下げた意味があまりないかもしれません。もしかしたら堀口くんは、裁判で何かが明らかになるのを恐れて、ひまそらあかね様を裁判から、イサウとしようとしたのでしょうか。しかしもし、補助参加が認められるようなことがあれば、ひまそらあかね様をイサウとした意味がありません。果たして取り下げる意味はあったのでしょうか。堀ちゃんさ、取り下げるならなんで、駅前写真撮りに行ったの。わかんない。さて、昨日2月13日、秘書っぽい人が、妙な書き込みをしています。それがこちら、ご認識の通りです。請求の趣旨が、被告の音は投稿記事を削除せよと、被告ひまそらあかねは投稿記事を削除せよと、二人の被告が一つの投稿記事を削除する、意味不明な構図になっていたので、被告が2名の複雑訴訟から、被告をノートだけに絞ることにしました。もちろん、だからといってひまそらあかねを許すわけでもないし、ひまそらあかねの責任を追及できなくなったわけでもありません。詳細は申し上げないものの、きちんと落とし前をつける算段です。それなら匿名掲示板の方ではなく、実名の X アカウントの方で、必ずひまそらあかねに責任を取らせます、と宣言した方が良いんじゃないでしょうか。自分の都合のいい嘘をつきまくっている、匿名掲示板の方で何を言っても、今さら信用されません。まあ、エコチェンスレミンなら、信じてくれるかもしれませんが、この書き込みについて、ひまそらあかね様は、神原先生が、そういう理由で堀口くんを丸め込んだ、という可能性を指摘しています。なぜ請求を取り下げたのか、その理由が皆様が最も気になっているところだと思うのですが、そこを堀口くんが説明せずに、だんまりを貫いているから、いろいろと憶測で言われてしまうのです。ナム八万代未卒、英国の駅前、ミストの弁護士、アベマプライム、学習院の告発サイト、ネガハグは、あのノートの削除提訴させてたばせたまへ、これを取り下げるものならば、画面付き割り返して、父に迫る理由と不べからず、取り下げに
故だから、取り下げの内容は匂い未然に、紙と大で合意取ってるはずだよな。なりすましくれか事件によう。偶然だぞ。モロチン、たまたまでしょう。それにしても神刀って、名前だけ聞くと、なんか凄そうな感じがします。あ、そっか、学習院告発サイトが、一時的に消えたのも2月4日なのか。ノーコメントでお願いします。守ってくれる、弁護士先生がいなくなって、不安でケチたのかな。よくできましたねー。あれ、なんで戻してるんだ、この学習院告発サイトとかいうクソサイト。コラボ弁護団と堀口くんの間で、何かあって、その後不安になって告発サイトを消したものの、何らかの理由で復活させた、ということでしょうか。相変わらず、意味不明なムーブです。まさかタイマーが、取り下げに同意したから暇空逃げた、みたいなことを言ってる人がいますが、陳述前に取り下げしたので、そもそも取り下げに同意がいりません。カンパした文句は堀口くんへどうぞ。堀口くん KCL の設定どうするんだろうな。もはや誰も信じてないけど、今年卒業をさらに伸ばしたら余計設定破綻するし、かといって今年卒業しましたとか言っても、KCL に卒論とか乗らない限り誰も信じない、嘘つきの自称卒業生として生きていくのかな、ネットの笑い者として。KCL は、卒論が乗るみたいなので、かなりヤバいかもしれません。最終的には、KCL 公式にとどめを刺されそうで笹パンダ。堀口くんはどうやら、HEDD にアレルギーがあるらしく、なかなか同意書を出してくれません。しかし卒論を出すだけで、自動的に KCL の在籍を証明できるというのは、素晴らしいですね。よかったじゃないですか。これなら HEDD アレルギーの堀口くんも、きちんと誰の目にも明らかな形で、KCL 在籍を証明できます。というわけでさっさと KCL を卒業して、周りをギャフンと言わせてやりましょうよ。堀口くん、暇のノートの削除仮処分も、自分の学習院告発サイトと同じくらい、ダメージ受けてる、と思ってそうだしな。嘘だろ。ああ、これは盲点でした。確かにこれはあるかもしれません。損害賠償請求を諦めて、ノート記事の削除に絞ったのも、何としても記事を削除したいという思いがあるからかもしれません。堀口くんは基本的に、自分がされて嫌なことを、相手にもする傾向があります。なのでこの推測は、おそらく当たってるんじゃないかなと思います。もし今後、あのノートが復活して、学習院告発サイトが消えるようなことがあれば、堀口くんは、イラッチが MAX に到達してしまうかもしれません。真のお父様、と崇める対象、キリトはいるのに、真のお母様、と崇める対象、アスナがいない不思議、また以前のように、女子大学生を、貴金属でウルフラングに召喚するんですかね、何言ってんのかわかんない、キリトお父様と崇める、堀口くんってマジでヤバいね。はぁ、袖かため息。どういうことなんですか？これは一体、すみません。おっしゃっている意味が全くわかりません。このポストの意味を、これ以上真剣に考えたところで、誰も得しませんので、今回はスルーしましょう。そうすれば視聴者も私も、ウィンウィンですよね。堀口くんには理解できないかもしれないけど、きちんとしてる裁判官から見たら、法律を自分に都合よく悪用し続けるやつって、法律の許す範囲の上限つけたくなると思う。堀口くんのような、純度 100% の、悪意しかない行動をする人物は、ほとんどいませんから、賠償金が一体いくらになるのか楽しみです。裁判長もぜひ、堀口くんに対しては、最大限厳しい判断を下していただきたいものです。それが堀口くんのためでもあります。いいかみんな、サーバーが変わったってことは、先生の、新作お手紙が、読めるってことだぞ。期待して待て。仮処分裁判、第2ラウンドについて、おそらく堀口くんはまた、本人訴訟で臨むはずです。ということは、また本人が書面を書くということです。次はどんなストーリーを作ってくるのでしょうか。管理人の他にも、新たな登場人物が出てきて、壮大なストーリーが構築されてそう。今度本を出す事象ではない作家です。勝手ね、滑舌は言われたことないですね。声で人をけなすって、それこそ生まれ持ったものでは、感触を起こしたことないですね。全部誰かに、ぶっ刺さっている気がするのは、気のせいでしょうか。特に、自称という表現が引っかかります。犯人はおそらく、立場のある人間を自称しているのでしょう。そして、それをいじられることに、めちゃくちゃ怒っているのだと思います。非常にわかりやすいです。あと、住所特定とか程度で引くような覚悟なら、こんなことやってないよ。それこそ銃撃されても生きてたら続けるよ。あっちの人たちは、職場や家族に嫌がらせをするのが基本、みたいなところがありますから、その点、アスナなしという属性は、向こうからすれば脅威かもしれません。向こうからすれば、どうすりゃいいんだ。という感じでしょうね多分、今までやってきたことが、全く通用しないので、最後に、レイヤーに関する、感染者様のポストから、引用します。先輩とガールズバー来たけど、ついたこの名前、レイヤーなので、何も会話が頭に入らない。うわぁ、それはやばいですねー。証拠を爆発させてきそうです。ドンペリを要求してきそう。あとレイヤーという名前だけで、実はついてるんじゃないか、と警戒してしまうかもしれません。風評被害がすごいです。本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。
堀口秀俊さん、正気ですか？堀口くんが、とんでもないポストを投稿されていました。それがこちら。どうしたんだ、堀口秀俊くん、急に大声出して。さらに、こんなポストもしています。これだけ見ると、完全に堀口くんが、ガトツの予備動作に入ったのかと思って、警戒してしまいます。ただ、どうやら、このようなポストをするに至った理由が、ちゃんとあるみたいです。カルピス系のアカウントの間で、最近、暇空茜が、草という書き込みを開示請求している、という情報が、拡散されています。それを見て、いきり立った堀口くんが、先ほどのように草、と連投したのでしょう。つまりあのポストは、暇空茜様に対する、煽りのつもりだったのかもしれません。微笑ましいですね。堀口くんのポストから、引用します。飛行暇空さん、暇空すれのこれは草、勝手すぎて草、という書き込みを開示請求へ。この内容だと、裁判手続きで、発信者情報開示の請求を引用させるのは困難に思えます。どう考えてもプロバイダ責任制限法5条の規定にある、権利侵害の明白性を満たしません。いや、おめえも、堀口くんに言及していない投稿に、片っ端から CP 開示をかけて、示談金を要求したりしてるじゃないですか。自分のことを棚に上げて、どの口が言うとんねん、この口か、おん、私がやるのは良いものの、他人がやるのはダメですよね、という、堀口くんのパワー系の思想が垣間見えます。パワー系が苦手なのに、思想はパワー系という。おそらくプロバイダに任意での開示を求め、あわよくば発信者情報が開示されたら良いな、くらいの感覚でしょう。堀口くんも、地味に任意の開示をやっていたそうなので、まるで自分がやった時の気持ちを、そのまま言っているかのような感じです。ちなみに堀口くんは、複数の YouTuber に対しても、現在進行形で開示をしているようです。それってやっぱり、ダメ元で開示してるだけですよね。プロバイダから意見紹介が届けば、発信者は動揺するし、場合によって発信者が黙るかもしれません。また、多くのプロバイダーは任意での開示を求められると、アクセスログを保存します。妄想めいた凶暴云々の文言を踏まえると、念のためプロバイダーにログを保存させるのが狙いかもしれませんね。現在進行形で、大量開示をしまくっている人がこれを言うと、いろいろと考えさせられるものがあります。意見紹介が届けば発信者は動揺する。場合によって発信者が黙るかもしれません。まさにこういう発想で、大量開示をやっているんでしょうね。堀口くんは、誰も聞いていないのに、自分から正直にお気持ちをボロン、するとは、なお、暇空茜様は、草に開示なんかかけていない、と否定しています。まあ、そりゃそうでしょうね。もし本当に他人から集めたお金で、草に開示かけてたら、多分炎上しますよ。っていうか、そもそも匿名掲示板の書き込みですし、信憑性は大してありません。大体、草に開示をかけた、という時点で、嘘くさいな、と思わないとダメです。こんなあからさまな釣りを、大真面目に拡散している、カルピス系のアカウントや、堀口くんは、本当に大丈夫なのでしょうか。というわけで堀口くんは、速やかに訂正することをお勧めします。まあどうせ小林の時みたいに、訂正しないんでしょうけれども、最後までご視聴ありがとうございました。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。さて、学習院告発サイトの仮処分裁判、第2ラウンドということで、堀口くんが1日3万円2期から、1日8万円2期に昇格する日も、近いかもしれません。お前の人生大丈夫か、と思わず心配になってしまうレベルですが、まあ堀口くんは元気にレスバしていますので、多分大丈夫なんでしょう。適当、追加の仮処分は、早ければ今月中に決まるかもしれません。できるだけ早く決まって、秀俊により多くのスリップダメージを与えてほしいものです。さて、先日、堀口くんがノートのまとめ記事を訴えた裁判で、暇空茜様に対する損害賠償請求などを取り下げたことが発覚しました。巷では堀口逃げたと散々煽られまくっています。金額は置いといて堀口くんがギリ勝てるかもしれない裁判だったのでその請求を取り下げたというのは理解不能ですって。請求を取り下げた件に対して煽られまくってその煽りがあまりにも効きすぎてしまったためか堀口くんはこんなお気持ち表明をしています。引用します。ぬか喜びしていて相変わらず格好悪いですね。この訴訟で暇空茜こと水原清輝を被告から除外したからと暇空茜こと水原清輝の責任追及を諦めたわけではありません。民事で損害賠償されたら量刑の判断にも影響します。今のうちにシャンパンと2度寝を楽しんでおいてください。なんと堀口くん暇空茜様に対する責任追及を諦めたわけではないそうです。しかしなんだか表現が弱々しいというか東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。に匹敵するレベルで、言葉に力がありません。堀口くんは、口先だけは、やたら勇ましいことを言います。前世紀の堀口くんだったらここは、すぐに暇空茜こと省略に、新たな訴訟を起こしますよ、ふふ。
と宣言していたはずです。しかし今回は、責任追及を諦めたわけではありません。という、なんともしょっぱい表現です。一旦取り下げたものの、必ず別の訴訟を起こします。もし本当に訴えることが確定しているのなら、堀口くんはこういうのではないでしょうか。責任追及を諦めたわけではありません。と言っておくと、別に訴えなかったとしても、嘘にはなりませんから、なんだか言葉の節々から、秀俊の逃げの姿勢を感じてしまいます。っていうか、カンパを集めたんですから、暇空茜様に対する請求を取り下げるのは、いかがなものかと思いますけどね。自腹でやるなら、勝手に取り下げろよと思いますが、やはりカンパを集めているのですから、相手が暇空茜様の場合は、請求を取り下げた理由をきっちり説明するべきです。でないとカンパしてくれた人たちも、不安になってしまいます。ご自身の取り下げにも真摯に向き合うべき。しかも、暇空茜こと水原清輝が X コープ。代理人は、X コープ。の利益を考える、と危機として豪語した X コープ。と私の訴訟も、両者は取り下げで合意、仲間外れにされた、暇空茜こと水原清輝は却下と棄却を連発、ダサい。申し訳ありません。ちょっと何言っているのか、よくわからないです。堀口くんは全ての経緯を知っているので、理解しているのかもしれませんが、周りの人たちは、堀口秀俊ではありません。周りの人たちにもわかるように、きちんと説明してください。X の取り下げについては、X と堀口くんとの間で、何かしら話がついたのでしょうか。この件についても、詳細を堀口くんが語っていないので、よくわかりません。なのでこの件で生きられても、と困惑してしまいます。生きるならせめて、なぜ X の訴訟が取り下げになったのか。その経緯を詳しく話してもらえないでしょうか。なんかこう、戦争で大敗しそうな国が、敵国のドローンを一台撃墜しただけで、私たちの国は勝っている、私たちの勝利だ、とプロパガンダしているかのような、薄ら寒さを感じます。悲惨です。ノート記事の裁判は、堀口くんにとってメインの裁判と言っても過言ではないぐらい、重要な裁判です。何らかの事情があるにせよ、その請求を取り下げたのは、嫉妬と言わざるを得ません。ところで、左派系の方々の個人情報が、なぜか匿名サイトにボロン、されているのですが、あれは一体どういうことなのでしょうか。秘書は、限界左翼の方々と、強いつながりがあったのでしょうか。謎です。あれだけ豪語していた、ノートの投稿記事の復活は、未だに実現されていません。ノート株式会社を被告とする訴えを維持すれば、ノート記事の削除を命じる仮処分決定は維持されます。また、X コープ。は、仮処分命令申し立て事件が取り下げられても投稿記事を復活させない、と明言しています。その X の対応も、どうかと思います。堀口くんのように、明らかに仮処分を悪用している人間が、やりたい放題できてしまいますから。なお、こちらのポストについて、堀口秀俊の中では、暇空茜のノートが削除されたことは、学習院告発サイトが消えたことと同じぐらい、ダメージを受けている、という風に思っているのではないか、とする説がありました。割とありそうで刺さったんだ。堀口くんなら、マジでそう思ってそうです。学習院告発サイトが、まるで自分の人生の集大成であるかのような感じですから、1日3万円の間接強制金が課されても、告発サイトを削除しないということは、おそらくそういうことなのでしょう。マジレスすると、記事が復活しようがしまいが、堀口くんの人生には、大して影響はありません。勝手に自爆して、デジタルタブーを大量に残しまくっているので、もはやノート記事を消してどうにかなるレベルの話ではありません。この様子を見ると、以前にカンパで乾杯、と言われて、かなり苛立っていたようですね。主張を尽くして補助参加できなかったのですから、暇空茜こと水原清輝は乾杯。でも、審理が開始していない段階で訴訟を取り下げても、乾杯と言われる理由はありません。いや、そんな激寒な言い回しに、真剣に腹を立てる人なんて、いないと思いますけども。もし一旦請求を取り下げて、別の訴訟を提起するのなら、そう宣言すればよくないですか。新たに訴訟を提起する、と明言せずに、こんなレベルの低い煽りを繰り返しているのは、妙な話です。訴えますよ、ふふ。と一言言っておけば、それで済む話でしょうに。もしかすると、暇空茜こと水原清輝は、私が同じ訴訟を提起したら民事訴訟法142条の規定に抵触する、と思い込んでいるんですかね。まだ暇空茜こと水原清輝は応訴しておらず、審理も始まっていません。同じ訴えを提起しても該当しないと、神原弁護士に確認済みです。なるほどですね。では堀口くんはいつでも、暇空茜様を訴えることができるというわけです。裁判頑張ってくださいね。結局堀口くんは今のところ、訴えると明言しませんでした。いやでも、そうやって油断させておいて、提訴してくるはずですよ多分。堀口くんを信じましょう。さて次は、暇空茜様のポストから、引用します。エコーニュース訴訟にも出席しなくなった、生間弁護士は、3月14日の、堀口くん代理人では出席予定らしいですよ。VIP 待遇ですね。生間雄星弁護士は、ホムラちゃん訴訟よりも、堀口くんを優先するみたいです。一体どういう関係なのでしょうか。
これも2つ以上の意味で、ホーリーナイトだろ。それにしても生駒雄星弁護士、最近は裁判への出席率が、急激に低下しているようですが、大丈夫でしょうか。中川弁護士とかいう記載のように、コラボ弁護団から、抜けるようなことがないよう祈っています。いやむしろ、雄星はまだ若いですから、コラボ弁護団とはもう縁を切って、次に行った方がいいかもしれません。ただ、カルピスと強いつながりがある弁護士に、次があるのかはわかりませんが、サンソンチャンネル堀口ネタやんの、今日やる堀口ライブネタあるんだけど、じゃあ明日にするかな、俺のは急がねえし、ノート訴状の概要説明、堀口くんは何を訴えて取り下げたのか、始まりました、学習院本訴訟、始まりました。学習院仮処分ラウンド2と3本ネタがあるんですけど、どれも堀口くんはどうせ自分から出せないから、ゆっくりやれる。そういえば予定では、バレンタインの日に、堀口くんが提訴されるんでしたっけ？もうすでに色々と動き出しているようです。仮処分ラウンド2に関しては、さすがに 99% 仮処分が出るのではないでしょうか。価値はほぼ確定で、間接強制金がいくらになるか、という勝負かなと思います。くらえ、ガト2。パソコンへ。刑事は被害者が出れば、動いてくれるかもって言ってた。ほら未遂未遂、これで動くかも。ざまあみろ、オートロックなので、警察は帰りました。ありえない、こんな丸々、おるわけないやろ。警察がオートロックに阻まれて、帰ると思ってるとか、警察に対する解像度が低すぎるだろ。ドン引き。いや、警察の解像度が低いというか、人類そのものに対する解像度が、あまりにも低いのでしょう。だから衝突を繰り返し、どこに行っても問題を起こすのです。なんで取り下げたのかな？こんなケースとか想像できるよな。これで訴えます。こいつ KCL 学生が嘘とか言ってんすよ。許せませんよ。よし、訴えよう。じゃあ完全勝利のための証明取ってきてくれるかな。はい、取ってきました。駅前の写真です。スクショに関しては、捏造でしょ、と擁護することもできるのですが、あの写真については、本人と思われる顔面が映り込んでいるので、もはや言い逃れできません。まさか、あの写真のためだけに、50万円以上かけて、ロンドンに行ったとでも言うのでしょうか。頭おかしなるで、そんなことする人？普通はいないんですけど、彼ならワンチャンするかもしれません。ちなみにネタバレすると、KCL 疑惑系で、被告は、原告が KCL 学生であるのは嘘である、と事実的視した、という訴訟原因は、ありません。今更ですけど、清谷真一様や暇空茜様は、KCL 在籍の件について、何か確定的な情報を持っている可能性が高いです。真実を知った上で、今まで泳がされていたとしたら、とんだ茶番じゃねえか。なあ秀俊。まあでも、堀口くんが本当に卒業すれば、卒論が掲載されて、本当に卒業していることを証明できるので、何も恐れる必要はありませんよね。なお、堀口くんの煽りに対する、暇空茜様の反応がこちら。どしたん？顔真っ赤やん。一じゃなんで提訴しておいて。取り下げたの。爆笑。に取り下げできたの。嬉しかったの。3の音の君が取り下げた。訴訟補助参加申し立てたから。それでまた取り下げて逃げたり俺が勝ったら、俺の勝ち認めろよ。4ごめん苛立ったと思ってるの。君の妄想だと思う。あくまで一般論ですが、一度提訴して、訴状を書いてから、一部の請求を取り下げるというのは、ただの無駄ではないでしょうか。神原先生のような、優秀な弁護士が、すまん、提訴したけど、請求を一部取り下げた方がやりやすいから、一旦取り下げよう、とかいう、ガバガバなことを言い出すとは、とても思えないのですが、コラボ弁護団は、何か事情が変わって、堀口くんをいさうとしようとしているのでしょうか。そんな、最後まで責任持って、面倒見てくださいよ神原先生、優勢。お前は大丈夫だよな。ちゃんと最後まで、秀俊の味方でいろよ。堀口くんのような存在に、苛立ちを覚えることはなくて、決意、義務感、義憤、義教、とかが湧くよ。堀口くんは、創作物で出てくる、悪役キャラのような役割を果たしています。堀口秀俊、ルルー施設、苛立ちって他人とかに期待するから、怒るんだよね。堀口くんに対して期待することなんてないし、手続きは粛々と全部やるだけだから、苛立ちは皆無だよ。こんな怒涛の言い訳して、私は負けてないって言うなら、暇空より先に取り下げを行動しとけよ。暇空にバラされるまで隠してた時点で、強がりに何の説得力もないんだよ。それが理解できないから、堀口くんはこうなってる。これは本当にその通りです。せめて暇空茜様よりも先に、請求を取り下げたことを公表していれば、もう少し堀口くんに寄り添った意見もあったでしょう。情報の出し方といい、戦い方といい、常に最悪に近いムーブばかりを、延々と繰り返し続ける堀口くん。もはや弁護士がついたところで、どうにかなるレベルではありません。生駒雄星弁護士、今頃ストレスで、お腹を壊していないと良いのですが、1500円くらいの訴訟費用払え。で申し立てが却下された。勝った勝った。330万円請求したの取り下げます。すいませんでした。改めて書かれると、意味不明で刺さパンダ。堀口くんは一体、何の勝負をしているのでしょうか。私たちには理解できない次元の世界で、堀口くんは常に戦っているのかもしれません。暇空、堀口くんは苛立ってると思う。堀口、暇空は苛立ってると思う。どうして、全く違うように受け取られるのは、それが理解できないから堀口なんだよな。そやまあ堀口くんは、
本的に自分が言われて嫌なことを相手に言いますから、なんだろう、やはり堀口くんは人類に対する解像度を上げないと社会でうまくやっていけないと思います。デスバトルするにしても、友達になるにしても、もっと人類を理解してください。他人に興味を持ってください。先日の泣き声を改めて見直すと、証明書偽造したとか経歴詐称したってデマを言われたとは言ってるけど、 KCL に在籍していないとのデマを言われたとは言ってないのか。綺麗な伏線回収だわ。証明書出したら一発勝利の KCL 在学は争点に上げてこない。不思議。ナチュラルに泣き声呼ばわりしているの笑う。そして特に誰も泣き声呼ばわりに突っ込まないという、堀口くんの夜泣きに対する感想が泣き声で一致しているということでしょうか。さて次は堀口くんのポストから引用します。請求の趣旨に、被告の音株式会社は投稿記事を削除せよと、被告水原清輝は投稿記事を削除せよが成立する。複雑訴訟は手続きが煩雑にならざるを得ません。ご自由に補助参加を申し出ていただければと思うものの、一部でも投稿記事の削除が決定されたら、ちゃんと負けを認めて謝ってくださいね。いや、手続きが煩雑になるんだったら、なぜコラボ弁護団は一度引き受けたのでしょうか。一度引き受けたのに途中でやっぱりやめますと言い出すのは、やはり明らかに不自然ですよ。何か言えない事情があるんだろうなと思われても仕方ありません。堀口くんの中では、暇空のノートを全部消すのは難しいものの、一部でも消せれば私の勝利ですよねという設定になっているみたいです。うーん、ということは堀口くんもノート記事を全て削除するのは難しいと考えているのでしょうか。確かに記事の大部分については特に問題のない内容でした。あれを全て削除させるのは難しそうです。しかし一部ギリアウトかもしれない部分はありましたので、一部だけ削除させるということならまだ現実的ではあります。それにしてもご自身が何らかの損害を受けたからと憤っているわけじゃなくて、よくわからない使命感で私を攻撃したり提訴したりしているわけですね。暇空茜こと水原清輝が精神的苦痛を受けていないようで安心しました。ご自身で存在の発生を否定しちゃいましたね。いや、この発言をしているからといって誹謗中傷しても OK ということにはなりませんよ。じゃあ似たようなことを言っている人たちには何を言っても良いのでしょうか。もろちん、そんなことはありません。裁判官の心象にわずかな影響があるかもしれないというレベルの話で、判決に影響が出るレベルではないでしょう。なるほど。暇空茜こと水原清輝に誠実な人間性を期待した私が間違っていました。建前上は公金の不正を追求しようとしていたのですから、非を認めて謝罪と賠償できる高潔な人物だと期待していました。でも期待は裏切られました。実際はろくでもない人間でした。この発言についてごく最近、誰かから期待を裏切られた、ろくでもないといったことを言われたのではないかという指摘もありました。もしそれが本当だとしたら、言ったのは誰なんでしょうね。ちょっと想像もつかないですね。その人はもしかしたらボロンされるかもしれません。これに対する暇空茜様の反応がこちら。くさ、何言ってんのこいつ、〇〇か。俺は昔から変わらず一貫して誠実だよ。だからみんな俺にベットして 1.4 億集まったと思ってる。お前はどうだ堀口くん、半年くらいカンパをねだりしてないね。学習院告発サイトと同じで霊園になったかな。堀口くんもカンパで1億以上集めて、自分に不利なことも発信するようになってから言うようにしましょう。口だけだと何とでも言えます。堀口くんの場合は口だけで行動が伴っていない場合があります。一般論ですが、法律を悪用し他人に迷惑をかけ続け害悪をまき散らす人物がいた場合、社会全体がその人間を排除しようと動くのはごく当たり前の作用です。その当たり前の作用に対して被害者面をしている人がいるとしたら、うん、なんというかその残念です。危ね、もう少しでリーガルアウト表現が出てしまうところでした。堀口秀俊くんの魅力っていうか栄養価は乗っかった時事系の養分となり、周りは潤わせてるよね。堀口くん本人のツイートのいいねはすげえ少ないし、堀口くんは儲かってなさそうだけど、レイヤーは数百万収益を得てる。いやー、もう堀口くんのおかげで私はかなり稼がせてもらっています。秀俊すまん。稼がせてもらっているからには、堀口くんが今後 YouTube をやりたいというのならアドバイスぐらいはしますよ。有料コンサルレベルのアドバイスを堀口くんには無料でしますよ。なおカルピス軍団やアルミホイル系の人の間では、レイヤーは誹謗中傷でお金を稼いでいる悪人という設定になっているみたいです。私の動画は言論に対する言論なので、基本的には訴えても勝てませんよ。私の動画で誹謗中傷だったら、堀口くんの言動なんてもっとヤバいと思うんですけど、なぜか堀口くんには言わない不思議。暇空茜様の煽りに堀口くんは顔真っ赤になってさらに応戦します。堀口くんの煽りがこちら。歯が浮くような決め台詞かと思ってスクリーンショットを見たら、単に豆腐で歯を痛めるかのような妄想でした。しかもあまりにも気持ち悪い内容で、もはや見ていて歯の根が合いません。暇空茜こと水原清輝の怒りって、ご自身は獅子の鏡のつもりでも実際にはゴマ目の歯ぎしりですよね。とても滋賀の間に奥に足るとは思えません。以前高級寿司の件でこれこれ様の配信に暇空茜様が上がった時、民度の高いコレリスが6億持ってるなら歯を入れろよみたいなコメントを書いていました。それを見た極めて民度の高いカルピス軍団が、最近は歯に絡めたポストを頻繁に投稿しているようです。そして
堀口くんがそれに便乗して、怒涛の灰尻をしている、というわけです。匿名化して、誹謗中傷をする集団に便乗し、灰尻を繰り返す堀口くん。25歳にしては、非常に幼稚なムーブです。堀口くん、違うんですよ。藤尾寺と同じぐらい、神羅万象丸々間違っています。そこはですね、そういういじり方は、感心しませんね。煽るにしても、もっと節度を持った煽り方をするべきです。ふふ。という感じで、ミンド最高のカルピス軍団をいさめるぐらいの方が、人として正しい対応です。いくら暇空茜様がムカつくからといって、便乗して灰尻をするというのは、人として絶対にやってはいけない行為です。堀口くんは、悔い改めて、証明書を出しても因縁をつけて、偽造だ、と騒ぐのが目に見えています。ご自身が近畿大学ご出身で、私に歯が立たないからと、ごまめの歯ぎしりを続けているに過ぎません。でも、暇空茜こと水原清輝は、書類の偽造を立証していません。せいぜい惨めに歯を噛んでいるだけです。もはや避難所以外、カルピス軍団ですら、KCL 在籍を信じていなさそうな状況で、これを平然と言える、堀口くんの凄まじさよ。わかったわかった、堀口くん、もう KCL 在籍ってことでいいですから、君はロンドンに留学しながら、常連客レベルで日本の裁判所に顔を出し、一方で日本の裁判所の送達からは、全力で逃げ回り、長時間スペースに参加し、長時間ネットでレスバトルをして、課題や授業にはしっかりと参加する。なお大学での様子は SNS でほとんど発信しない。そして何年も前から、本当に留学しているのか疑われている。そんな状況でも一発で在籍を証明できる。 HEDD に同意しない。しかし堀口くん本人が KCL に在籍しているとおっしゃっているのですから、在籍しているに決まっています。堀口くんは近畿大学ご出身で、私に歯が立たないからとまでおっしゃっているんですよ。 KCL に在籍していない高卒の人間が絶対にこんなこと言うわけないじゃないですか。よって堀口くんは、KCL に在籍しています。はい、これでいいですか、堀口くん。もし誠実な人物なら、ちゃんと本人尋問に出頭していますよね。絶賛に気抜きせぬ主張と、名簿を行使な姿を報道で拝見したかったものです。でも、実際には本人尋問に出頭しなかったために、画用転生を書き、まさに歯の抜けたような主張と立証になってしまいました。まあ、暇空茜様も、口はかなり悪いので、多少は擦られても仕方ないと思いますが、なんか堀口くんの擦り方は、倫理的にも法的にも、際どいんですよね。見ていて心配になります。ちなみに堀口くんは言ってますけど、自分は初回の期日からウェブ期日を申請しています。特大ブーメラン発言やめてもらっていいですか。うん、話しにくい残しがないとは言うものの、ご高齢なのにすごい食欲ですね。ご出身大学は歯が立たないとかそういうものじゃないって何度も言ってるでしょ。大人になってから過去の栄光として語るなら、何を成したかであってどこで成したかではないんですよ。せめて KCL と同等以上の大学に入ったり、同じくらい英語を話せるようになったりしてからおっしゃってください。 KCL と同等の大学に入れない人が何を成したかが大事、どこで成したかは重要じゃないと主張しても、単なる惨めな負け惜しみ、酸っぱいぶどうでしかありません。よー、ひでとしい、さすがにそれは、おもろすぎ。そうですね、確かにおっしゃる通りです。というわけで堀口くんもぜひ、KCL と同等以上の大学を卒業して、なおかつ英語の必修を取ってから、おっしゃってください。ところで堀口くんは25歳、もうすぐ26歳ですが、人生で何か成し遂げたことがあるのでしょうか。今までの人生で唯一誇れるものは、学習院告発サイトですか。もうね、人生舐めすぎ、世の中舐めすぎ、ええ加減にせえよほんま。堀口くんもぜひ、今後の人生で継続した努力をして、何か結果を出してください。何も結果を出していない人が、偉そうに語ったところで、賛同してくれる人は少ないです。一方で、暇空茜様の投稿が、こちらです。一問誰も君の KCL 信じてないよ。カルピス軍団も含めて誰も、神原先生も信じてないと思うな。ニカリ200万歩譲って KCL 在学としても、卒業してないなら高卒だよ。それか学習院軍国中退、3就職して、リタイアしてる俺に、学歴でマウント取れると思う。スマン、ツイストレートパンチを。理解できないから苛立ちもないし、そういう存在に対して、きちんと詰めようという義務感とかしかない。一方で、なる様の反応が、こちら。そもそも、ククル大学が本当でも、卒業して、ククルの学歴を生かした何かができないと、意味がないよな。近代で6億なんだから、KCL なら、20億は硬いわね。20億はさすがに刺さったんだ。堀口くん、そのうち6億円、私にくれませんか。学歴言うのって10代か。10代は評価基準が勉強だからね。もしくは心の成長が10代で止まってしまった。悲しい人たち、大体学歴板に生息してる。なんだよな、25、来月26歳の、高卒自称学生が、学歴で煽ってくる。これだけでもう、コズミックホラーなんだよ。さやの歌、みたいな感じで、堀口くんが見えている世界と、私たちが見えている世界は、全く違う世界なのかもしれません。頭おかしなるで、言葉が出てきません。なお、学習院告発サイトの新たな仮処分裁判の期日がすでに決まったようです。仮処分に始まりまして、期日も決まりまして、先生の新作が読める日は近い。なんと今月中です。
やめてくれよ。絶望。モロチン、仮処分裁判の期日が決定したこと自体は、喜ばしいことです。しかしまた先生の新作が読めるのかと思うと、もう気が狂う、もう十分堪能したよ。という感じなんですが、先生はどんな新作を出してくるのでしょうか。自然と、前作を超えることが求められます。ハードルは高いです。しかし先生なら、前作をはるかに超える作品を出してくると、私は信じています。仮処分は早いんだよな。先生の新作楽しみ。一時的に消えた、へっぴり腰についても、説明書面出してくれんかな。仮処分でまた、学習院告発サイトに対する作品が読めます。今月中に出ます。まあいつ出すかは僕が選べます。堀口くんは、自分では出せない基金なので。というわけで、またいろいろ新たな動きがありそうです。戦いはまだまだ続きそうです。本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。お布施回答を入れると本日4本目。今回は、少し時間が余ったので、晩ご飯代を稼いでいこうと思います。堀口秀俊さん、本当にいい加減にしてください。最近、堀口くんは X に張り付いて、ものすごい勢いでレスバトルを繰り返しています。しかし、レスバの頻度が高すぎて、動画化が追いついていません。こちらの動画化が、追いつかないレベルの勢いで、レスバトルするのやめてもらっていいですか？昇魂の怪物でも、王の本気には勝てないのです。やめてください。堀口くんの最大の売りは、周りに監禁させることではなかったのですか？もう少し、周りが監禁しやすいように、配慮をお願いします。今後レスバをする際は、もう少しスローペースでやっていただけると、非常に助かります。そのペースでレスバトルをされると、20分の堀口秀俊スペシャルを、1日に2本投稿しても、追いつかないレベルです。なので、今後動画にできない取りこぼしがあったとしても、それは真の責任ではありませんよね。これ以上堀口くんが暴れるようなら、堀口くんの法的責任を追及します。堀口秀俊リスペクトの表現。さて、それでは、堀口くんのポストから引用します。確かに学歴の他にも、人生には大事なことが多く存在します。でも、学歴に価値を見出していなかったら、東大寺学園に進学していませんよね。その上、中退したくせに東大寺学園を花にかけています。ご自身も学歴の価値にすがっているのに、大学名で歯が立たないからと開き直るのは惨めです。学歴が全て、みたいな堀口くんの考え方って、一体いつの時代の価値観なんですか？確かに学歴で年収が変わるのは事実ですが、今はだんだん考え方が変わってきて、使える人材が重用されるようになってきています。今後も、学歴重視の考え方は、どんどん薄まっていくはずです。というか、堀口くんに限った話をすると、君の場合は学歴とか、そういう問題ではないでしょ。まずどうやって就職するの？とかそういうレベルの話でしょ。まず、就職できる状態になってから、学歴を語ってください。あれだけ毎日のように大声で夜泣きして、デジタルタブーを刻みまくって、個人情報をボロンして、一体どうやって就職するというのでしょうか。スタートラインにすら立てていない堀口くんが、もうゴール地点を、悠々と通り過ぎている人に対して、煽り散らかしたところで、もはや煽りとして認識すらしてもらえず、ただの泣き声としか解釈されません。堀口くんの中では、暇空茜様は学歴にすがっているらしいですよ。なんだろう、自分が学歴にすがっているからって、他人も同じだと思うの、やめてもらっていいですか。自他の境界が曖昧になってきています。気をつけてください。学歴言うのって10代か。10代は評価基準が勉強だからね。もしくは心の成長が10代で止まってしまった悲しい人たち。大体学歴板に生息してるなんだよな。40代にもなって、未だに中学校名を誇示している人がいます。困ったものですね。しかも、卒業した、在学している学校を誇るなら理解するものの、親を刺してまで中退した文在で東大寺学園にしがみつく手いたらくには驚きます。なること坊は学歴を誇っていないので、ご主張に筋が通っていますね。堀口くん、だんだん妄想が強くなってますよ。勘弁してください。別に東大寺のことを誇示したりはしていないでしょ。むしろ堀口くんの方が、やたら KCL 在学を、まるで水戸黄門の印籠のように、全力で誇示しているじゃないですか。陳は KCL に在籍している。よって陳は、全人類の頂点に立つ存在である。と言わんばかりの勢いで、KCL 在籍をゴリ押ししまくっているじゃないですか。自他の境界が、崩壊しつつあるのでしょうか。カルピス軍団はイサウトでチクチク言ってないで、堀口くんの世話をきちんとしてください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。ここ数日、堀口くんが X で、めちゃくちゃ荒ぶっています。あれ、時事系に監禁されるだけでなく、いろいろな意味でヤバいです。最近、名誉毀損や侮辱の投稿で、投稿記事ごとに賠償金を請求して、それが認められたケースもありますから、しかも堀口くんも、その件に言及した投稿を、X で拡散していたこともあります。あれかな、自分で拡散しといて、忘れてるのでしょうか。堀口くんは、自分の過去発言を、きれいさっぱり忘れてしまっている疑惑があるので、本当に忘れているのかもしれません。まあ前は、堀口
口くんはもう、行くところまで行くでしょうし、心配しても無駄です。それでは昨日、2月15日の、暇な空白チャンネルの生配信の内容を、簡単に紹介します。おととい2月14日、バレンタインデーの日には、実は裏で3個のイベントがあったそうです。1つ目は、学習院告発サイトの本訴訟、提訴です。2つ目は、告発サイトの仮処分、第2ラウンドの開始です。3つ目は、堀口くんの、暇空あかね様に対する請求の取り下げです。いずれも、かなり大きなイベントです。特に注目は、学習院告発サイトの本訴訟の、粗額です。880万プラス160万で、粗額は1040万円、ということだそうです。1040万円という金額は、まともに働いている社会人だったら、働きながら少しずつ、返していくことができる金額ではあります。ただ、堀口くんの場合は、デジタルタブーが多すぎて、就職すらままならない状態ですから、そんな状態で高額な損害賠償を支払うことになったら、人生が詰むかもしれないレベルの話です。こういった損害賠償請求では、本来取れそうな金額よりも、かなり強気な請求額を提示する場合もあります。なので1040万円を請求しても、取れる金額としては、せいぜい数十万円程度ではないか、と思った人もいるかもしれません。確かにそれはそうなのですが、堀口くんは法律を乱用して、様々な方面に迷惑をかける行動を取り続けてきました。何千件もの開示をして裁判所や企業のリソースを消耗させ、裁判所の送達から全力で逃げ回り、仮処分を無視する、司法を完全に舐めているとしか思えない行動を、ひたすら繰り返してきました。そのような、前代未聞の男に対して、司法がどのような判断を下すのか、非常に興味があります。もうね、堀口くんにはぜひ、可能な範囲で、最大限の制裁を与えてほしいです。なんなら1040万円、MAX で損害賠償を認めてほしいぐらいです。何度もサイトを転生させ、仮処分を無視するという悪質さを考慮すると、懲罰的な、高額な損害賠償を、司法の手で認定するのが最も良いです。果たして堀口くんは今後、どのような末路を迎えることになるのでしょうか。怖いですね。なお、堀口くんが運営していると思われるのは、学習院告発サイトだけではありません。他のサイトの件でも、仮処分や間接強制金、損害賠償請求訴訟などが、提起される可能性もあります。なので、堀口秀俊くんに対する、分からせタイムは、まだ始まったばかりです。司法を舐め続けた男には、相応の報いが待っていることでしょう。震えて眠れ、ピンクスキーさん、堀口くんが裁判所の中で、そこそこ有名になってきている、みたいな噂も聞きました。ちょ、おま、秀俊、有名人じゃん。さて次は、堀口くんが X で、よくわからないポストを大量に投稿しているので、そちらを引用していきたいと思います。大学生とウルフラングに行ったエピソードは、なぜか前菜のシュリンプカクテルの話しか出てこないのが不思議なんですよね。ウルフラングはステーキハウスなのに、お肉の思い出を語らない謎。それに、貴金属を買ったという歯切れが悪い表現も、具体性がなくて違和感を拭えません。ネックレスやブレスレットといった具体的なアイテムじゃなくて貴金属だと、まるで金の延べ棒でも買ったかのようです。さすがに違いますよね。貴金属がアクセサリーなら、おそらく買ってもらった大学生はブランドも重視していたはず。どのブランドなんだろう。ネックレスやブレスレットといった具体的なアクセサリーの種類って、社会常識じゃないんですね。暇空あかねこと水原清輝ご自身がアクセサリーを購入したり、着用したり経験もないと思うと、悲しくなります。ちょっと何言ってるかわからないです。一般的には SNS で自分のプライベートをすべて話す人の方が稀です。一般の人はメインは私生活であり、SNS はサブです。サブでやっている SNS で自分の私生活をすべてさらけ出している人の方が稀です。そや堀口くんのように私生活がサブで SNS がメインの人からすれば理解不能かもしれませんね。SNS 疲れみたいな概念も最近ではあります。堀口くんはまさに SNS やネットに依存しすぎではないでしょうか。はっきり言って堀口くんのようなタイプはネットに向いていません。周りとトラブルを起こさないように配慮できないのであればネットで他人とつながるのはやめた方がいいです。周りごと不幸になるだけです。ちなみに私も貴金属はほぼ買ったことがありません。貴金属なんて私の人生に必要ありませんので、トロフィーや貴金属は誇りをかぶりますが、思い出は永遠に輝きます。私だったら他のところにお金を使います。あくまで一般論ですが、貴金属などのものを買い与えることでしか他人に構ってもらうことができない人がいると思うと悲しくなります。なんでエピソードを1から10まで語ると思うんだろうか。あと、肉は微妙だったって言ってた気がする。私にはエピソードを1から10までネチネチと問い詰め、ご自身の勝手な想像と少しでも違えば嘘だ、と鬼の首を取ったようにわめき立て、私がレシートを提示して反証してもぐちぐちと言い訳を重ねて固くなに謝罪しない連中が何を言っているんですかね。ウルフラングの肉が微妙なのは、それはそう。堀口くんが何を言っても信じてもらえないのは、これまでの言動の積み重ねです。まさか今の堀口くんの発言に、他の人間と同じ程度の信憑性がある、とでも思っているのでしょうか。もうみんな、言葉には出さないだけで、とっくに察しています。いい加減気づいてください。そういう風に、周りが言葉にしない行間を読むことができないから。
から、どこのコミュニティに行ってもうまくいかないのです。うるせえよ、おめえは安い OG ビーフでも食ってろ。うまい肉塊が食いたいんなら、ヘルシオでも買ってろ。私の氏名や連絡先を用いた、なりすまし殺丸予告が再び発生しました。今度は歌手声優の橋本潮さんの問い合わせフォームに当てて、ロンドンから丸返しに行くとする旨が送信されたようです。こうやって殺人犯や脅迫犯のように扱われ続けると、精神的におかしくなりそうです。また堀口くんの名前を語った、犯罪予告が行われたそうです。許せませんね。犯人が一刻も早く逮捕され、二度とシャバに出てこないことを願っています。このような犯人を放置しておくのは、社会にとって害しかありません。一刻も早く逮捕されてほしいですね。大丈夫ですよ。安心してください、堀口くん。この話を聞いて、堀口くんが殺人犯や脅迫犯だと思う人は、おそらく一人もいないはずです。というわけで、今すぐ警察に行こうか。秀俊、予告犯の連絡先を晒している気になっているのかもしれませんが、実際に晒されているのは私の氏名や電子メールアドレス、また私の関係先と断定された住所なんですよね。橋本さんにはお見舞い申し上げるものの、これでは私に迷惑がかかって、予告犯の思うつぼ。こちらのポストは、黒うさみ様のポストに対する、引用リポストなのですが、元となった黒うさみ様のポストが、なぜか消えています。まあ、まあいいわ、次行きましょう。他人に濡れ衣を着せ続けて、一度も謝罪や賠償しない腐った人間性、どうやったら、こんな40代を生み出せるのか、東大寺学園や近畿大学に問い合わせてみたいものです。ああ、ご自慢の東大寺学園は中退していましたね。おかげで中等教育レベルの知識は歯抜けのまま、せめて道徳だけでも学び直したら。ああ、この発言もまずいですね。今のうちに予言しておきますが、堀口くんは後でとんでもないことになると思います。堀口くんは、謝罪や賠償をしない人間を、絶対に許すことができないという、正義の心を持っておられるようです。ということは、堀口くんがもし今後の裁判で敗北した場合、しっかりと謝罪と賠償を行ってくれる。ということで良いんですね。じゃあ、学習院告発サイトの本訴訟で完全敗北した場合は、手をついて詫びた上で、一括で賠償金を払いましょうね。今のうちに、マグロ漁船にでも乗って、貯金を作っておいてくださいね。堀口くん、せめて道徳だけでも学び直したら。って、堀口くんと、カルピス軍団に、思いっきりぶっ刺さってしまうんですけど、世間一般の道徳感があれば、カルピス軍団と絡んだり、カルピス軍団のグループ DM に参加したり、このような発言をしたりはしません。堀口くんや、カルピス軍団を見ていると、義務教育の敗北を感じます。リプランを塞ぎ、趣味の話も、好きなものの話もせず、人を尊敬することもなく、誰かに共感することもなく、一日中レス場に明け暮れ、疲れたら寝る、そんな SNS で楽しいか、SNS で執拗かつ、悪質な誹謗中傷、個人攻撃を繰り返して楽しんでいるような人が、SNS の楽しさについて、講釈を垂れてもね。私は別に、レス場するのが悪いことだとは思いません。というか X や匿名掲示板って、レス場している人がめちゃくちゃ多いので、レス場しまくっている堀口くんだけが、特別だというわけではありません。むしろ、周りに迷惑かけなければ、勝手にレス場しててくださいという感じです。実名顔出しで、X でレス場している人なんて、それこそ吐いて捨てるほどいます。でもそういった方々と、堀口くんの普段の言動は、ちょっと違うんですよ。堀口くんの場合は、相手に対する最低限のリスペクトがありません。なので、堀口くんの投稿を見た人は、堀口くんの言動に対して、嫌悪感を持つ人の方が多いはずです。現に堀口くん、めちゃめちゃ嫌われてるでしょ。他人を尊重することができない人間は、結局のところ、周りから尊重されないのです。堀口くんの普段の失礼な振る舞いが、そのまま自分自身に返ってきているだけです。それと、堀口くんの場合は、議論というよりは、人格を攻撃するような表現が多いです。これは前にも言いました。意見に相違があって、議論をすること自体は、別に悪いことではありません。世の中にはいろいろな意見を持つ人がいて、ああでもない、こうでもないと議論を交わすことは、大切なことです。なぜか議論するのは悪いことだ、みたいな論調を見ることがありますが、別に議論すること自体が悪いわけではありません。なんというか堀口くんは、他人との距離感がわかっていないので、議論というよりは、幼稚な人格攻撃に走りがちです。つくづく、ネットに向いていないタイプです。いやネットに向いていないというか、人と関わるのが苦手なタイプに見えます。人と関わるのが苦手であることを、しっかりと自覚し、改善しようとするのなら、まだ救いはあるのですが、堀口くんの場合は、注意されると、あなたに指図される筋合いはありませんよね、とか言いそうなので、多分一生治らないです。この替え歌を面白いと思っているのでしょうか。全く笑いのセンスを理解できません。頭に中身が入っていなくてまともに考えられないなら、とりあえず鼻と耳にティッシュペーパーでも詰めておいたら、もしかすると多少は改善するんじゃないですかね。前半で言ったことが、後半の文章に、思いっきりぶっ刺さっています。わずか1ポストの中で、ブーメラン芸を披露するという、極めて高度なテクニックです。他人の笑いのセンスをディスった直後に、理解不能なギャグを披露するという、
キングスタンダード、ちょっと本当に何言ってるかわからないので、カルピス軍団の方々におかれましては、今後は堀口くんのポストのリプランに、翻訳した文章を書くようにしてください。暇空茜こと水原清輝は、相変わらず他人の身体的特徴を誹謗中傷していますね。また、あいにくガチャ派スキッパでもありません。それにしても、もしかして歯に関することわざや慣用具を使っただけで煽られたと勘違いしちゃったのでしょうか。あまりにも敏感ですね。もはや知覚過敏かな。確かに、身体的特徴を揶揄するのは、良くないことです。暇空茜様もそういう言動をしていたのは、良くないことです。しかし、暇空茜様に対して、最初にアウト発言をしたのは、堀口くんの方なんですから、被害者ずらするのは間違っています。しかも堀口くん自身も、歯がどうのこうのと言いながら、身体的特徴をがっつり揶揄してるじゃないですか。なぜ自分は良くて、他人はダメという発想になるのでしょうか。なお、堀口くんがやたら、歯に関する煽りを連投していたので、堀口秀俊は、歯にコンプレックスがあるのではないか、という指摘が上がりました。なお、続きのエピソードに関しては、リーガルのコメントでお願いします。堀口くん、自分が言われて嫌なことは、他人に言っちゃダメだって、小学生の時に習わなかったんですか？道徳の授業の時間、あなたは一体何をしていたんですか？さて次は、暇空茜様のポストから、引用します。いや、堀口くんがどんなに言葉を尽くしても理解してくれないから、だんだん丸々でもわかるわかりやすい例になっていくんだよ。俺は近畿大学卒業の無職だよ。それがどうかした。堀口くん、私もフリーランスなので、無職みたいなものですよ。ほらほらどうした、無職煽りしてみろよ。なんだろう、堀口くんって、無職呼ばわりされるのが嫌なのですか。いや、堀口くんが無職だと言っているわけではありませんよ。ただ堀口くんは、自分が言われて嫌なことを、他人にやたらという癖がありますので、もしかしたら無職呼ばわりされると聞いてしまうのかな、という推測を話しているだけです。まあ、もし仮に、収入や資産がゼロの無職がいたとしても、1日マイナス3万円の人に比べたら、マイナス0円なだけで、紙みたいなものですからね。1日マイナス3万円の人に、無職煽りをされる筋合いは、ありませんよね。あなたに言われる筋合いはありませんよね。そういえば、麻生太郎は元総理で、学習院ヨット部 OB じゃん。堀口くんは自称 KCL に入学したし、学習院は訓告されて泣きながら逃げたから麻生太郎より上なんだな。そんなわけあるか。学習院のヨット部を敵認定したら、ヨット部 OB の麻生太郎様ですら、敵認定するのが、堀口秀俊という男です。敵認定する範囲が広すぎるだろ。堀口くんの裁判での反論、いやー、読んでほしいわ堀口くん本人に、これ YouTube で読み上げしたらバズるで、社会生活上一切接点がない超多数に、情報開示請求をホビッチョだけでやってる堀口くんが、こんな主張してると味わい深いねー。25歳学生、ほんまにいい。この書面、本当に面白いので、改めて引用します。原告と被告との間に、社会生活上の接点は一切なく、原告の名誉感情を回復しなければ、原告の社会生活に支障が生じるような事情も存在しない。この理屈が通るなら、匿名サイトでの誹謗中傷とかも、社会生活上の接点が一切ないのでセーフ、ということになってしまいます。めちゃくちゃな理論です。誰だこんな書面を書いたのは、書いた奴の顔が見てみたいです。原告暇空は、40歳の富裕層の男性である一方、被告は25歳の学生で前途ある若者である。堀口くんが、前途ある若者なのかどうかについては、意見が分かれるところではありますが、学生とはっきり書いてあります。断言しちゃって、大丈夫なんですかねこれ。神原先生、40歳で経済的に恵まれた立場にある原告が、25歳の学生のわずかな批判に立腹して、学生に対する苛烈な誹謗中傷を繰り返し、もう辛くて耐えられません。すみません丸んで楽になろうと思います。と投稿するに至らしめ、それでも手を休めず裁判まで起こしてきたというのが本件である。カルピス軍団でも、びっくりするレベルの変更報道しててささパンダ。何やってんすか、神原先生、新聞赤旗レベルの印象操作をするの、やめてもらっていいですか。辛くて耐えられないどころか、フードファイトにレスバトルと、非常にアクティブに活動されているようですが、言っていることとやっていることが違いますね。同級生に、アクティブって書かれたの、正解じゃねえか。富裕層って書面で認めとるんやし、富裕層って呼んでや。てれ、2024年2月14日、原告代理人である神原弁護士への、取り下げて逃げようとしたノート訴訟、補助参加の書類が届いたようです。ほら聞こえてきませんか？ほらほらと鳴き声が、2月14日、今日って、仮処分2の債権者期日、学習院本訴訟提訴、逃げようとしたノート訴訟補助参加、と3つイベントあったんだよね。堀口くん裁判所で有名人らしいから、普通は連絡いかないけど行ったのかもね、今どこにいますか？とか、最近、別の大学の留学生の間で、堀口くんの話が出ている、なんていう投稿も見かけました。堀口くんの名前が、いろいろなところで広がってきているようです。KCL の堀口から、世界の堀口へ、堀口くんの今後のさらなる飛躍を願っております。URL、参加者に相次いでくさ、マジで手当たり次第コミュニティ探してたんだな。300% 絶対混ざれなくて浮く集まりじゃん。みんなわかるだろ、お前およびじゃないよ。URL、これもか、どんだけコミュニティに飢えてんの、で、デキンでしたっけネスピックスのカレーオフ、そうそういねえよ、オープンオフ会でデキン食らうやつ、ピーキックス、堀口秀俊、でググると多数 HID するな。
どんだけ飢えてんだよ、ショー。くさ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 、なんであるはら、体質で飲めない、とかほざいてた秀俊がワイン部参加してんだよ。さすがにもう、新情報が発掘されることはないだろう。と油断していたら、なんと堀口くんが過去に、ネットのオフ会に片っ端から参加していたことが、判明しました。まあ、オフ会に参加するのは自由ですし、別に周りに迷惑をかけていなければ、私は良いと思いますよ。むしろアクティブで、良いと思います。様子がおかしい、と言われるようなことをしなければ、特に問題ないと思います。別に悪いことではないものの、堀口くんがオフ会に参加しまくっていたのは、人とのつながりを求めていたからだと思われます。URL、堀口くんが参加したかもしれないしくじるイベントで、なぜか堀口くんが参加した後のイベントで、1参加者が表示されなくなってる、2参加条件に、他人に迷惑をかける人を断り、社会人であることが追記されてる。困惑。いやまさかね、確かに、堀口くんが参加した、次のイベントのページには、注意事項が書かれています。その部分から引用します。注意事項、イベントの参加時に過去に強引な営業活動を行ったり、他人に迷惑をおかけしたことがある方については、事務局からお断りをさせていただく場合がございますので、ご了承ください。対象、人事総務経理など会社で業務をしている方、HR 事業者、HR に興味があるフリーランスや界隈の方々。学生が三角化になってて刺さったんだ。もしかしたら、空気の読めない学生が参加して、いろいろとトラブルを起こしたのかもしれません。悲しいなぁ、モロチン。世の中の学生は堀口くんだけではありませんから、堀口くんとは別の学生が参加して、問題を起こしたのかもしれません。一体何をしたら、オフ会からイサウトされるのでしょうか。イサウトされた人物は、きっと自分の行いを反省して、しっかりと改善しているはずです。そう信じましょう。人間誰でも、失敗の一つや二つはしますから、その失敗を糧にして、その後の人生をうまく渡り歩いていけば、何の問題もありません。そういえば堀口秀俊から来たとしか思えない、12時23分のメールの文末、水原ちまるかすを監視する新民より愛を込めて、って書いてあってさ、認知プロファイリングするまでもないな。犯人は随分、独特な言語センスを持っておられるようです。これ以上は、ノーコメントでお願いします。これについて、取り下げました。と続報出さなくても平気そうですか。暇空茜および暇な空白こと水原清輝並びに、ノート株式会社を被告とする、訴訟の提起のお知らせ。堀口くんが、都合の悪いことを自分から報告できるわけな。いやでもケチャマン未満は報告できてるから、できるのか。堀口くんのノートを見てみましたが、2月4日以降、更新が途絶えています。プレリリしないということは、よっぽど都合が悪いんでしょうね。もうプレリリしない時点で、その話はやめて、めちゃめちゃ都合が悪いから、お願いその話はしないで、と、自己申告しているようなものです。触れてほしくない話題を、わざわざ、丁寧に自己申告するなんて、堀口くんは律儀です。はてぶわかりやすすぎるな。堀口の伝説16分記事は、48時間で1500式、なのにはてぶは5、つまりもうはてぶには、限界と4つしかいない、それ以外は絶滅した。はてぶがオワコンなのは事実として、ノートで堀口くん関係の記事が、1500式もつくことに驚きです。みんな堀口くんのこと、好きすぎやろ、1500式もつくなんて、堀口秀俊さんという人物は、周りから相当好かれている、人気者なんでしょうね。というわけで、堀口秀俊君は、お礼の訴訟を取り下げました。どしたん秀俊君、話聞こか。濡れ衣って提訴してきておいて取り下げることです。暇空茜様に対する請求を取り下げたのは、本当にがっかりです。そこから逃げたら、もう他も本訴訟まで行く気がないのでは、と思われてしまいますし、堀口くんが思っているよりもはるかに致命的な失踪です。どうやったら、こんな40代を生み出せるのか東大寺学園や近畿大学に問い合わせてみたいものです。俺という人間の自我は、俺が歩んできた人生と選択によって構成されている。学校なんて20年くらい前に卒業したところであって、ロケットの発射台でしかない。堀口くんの視界は本当に狭いね。中学や高校で、人格が形成されるわけでもないことは、明白でしょうに。堀口くんはやはり、学校や学歴が全てだという、謎の考え方をしているから、このような言葉が出てくるのでしょう。堀口くんもぜひ、さっさと卒論を書いて、素晴らしい学歴を証明してください。あ、堀口くん人格レベルで否定されることが多すぎて、それは学習院のハラスメントのせいなんだわーん。
って逃げないと自我が保てないのかな。かわいちょ、そりゃあ学習院告発サイトとかいうクソサイトにすがるしかないよな。消せないよな。管理人さんご無沙汰しておりまし。煽りますねー。堀口くん、本当に請求を取り下げてよかったんですか。今からでも別の弁護士を雇って、改めて訴え直しましょうよ。代理人になってくれる弁護士がいるのかは、ちょっとわかりませんけれども。堀口くんの人生は、訓告を喰らい学習院告発サイトにしがみつきながら、ニュースピックスとかで混ぜてもらえるところ探しては、出禁されたりするだけの学習院時代、で止まってるのか知らんけど、俺の人生は大学までのことなんて、人生の1ページに過ぎないし、もっと濃いその先がある。社会人になると、忙しくて、自分の時間が本当に少なくなります。ただこういう話は、社会人でも学生でもない人には、ちょっと難しいかもしれません。あくまで一般論です。この写真と、BTXでオフ会乱れ打ち参加してた頃のワイン会が繋がるの、美しすぎない。仮に、この写真がワイン会のものだとすると、堀口くんは、友達の写真出せと言われて出てきたのが、おまん東京と混ぜてもらったワイン会単発だけということになるの、くさ。なんと、堀口くんが、私には友達がいますよ、ふふ。と言いながらアップした写真が、ワインのオフ会の時の写真だった可能性が、浮上しました。この件については、堀口くんも反論しています。反論についてはまた後日紹介します。あれれ、個人情報を公開した結果、大勢の人たちに通報されたのは誰かな。なお、他人の個人情報を晒すのはツイッターのルールに違反です。ツイッターはルールを守って使用してください。自ら進んでルール違反をしておいて、相手をキモいと非難するのはめちゃくちゃですね。通報って警察、堀口くんでしょ。が突事件の、個人情報晒し、学習院告発サイトのこと、学習院大学のルールに違反してて訓告されたね。さらに仮処分からも逃げてるよね。管理人とか寝言言って仮処分にも書類そろそろ手元に届く頃だよね。堀口先生の診察楽しみに待ってます。はぁー、それかため息やっぱすげえよ。堀口くんは、が突で個人情報ボロン、学習院告発サイトで長年にわたって個人情報をボロン、からの、この発言ですから。しかも、これから複数の訴訟を起こされるというのに、ツイッターのルール云々で、謎のマウントを取っている不思議、現実が見えていないのか、それとも現実があまりにも辛すぎて、直視できないのか、いずれにせよ悲惨です。やはり堀口くんは、SNS をやめた方がいいと思います。本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日2本目。バレンタインデーに提訴するという、粋なプレゼントを受け取った堀口くん。さらに仮処分第2ラウンドの書面が、本日届くかもしれないということで、夜泣き注意報が出ています。投稿者の方々は気をつけてください。さて、堀口くんといえば、感染者様だけを、なぜか訴訟対象から外している疑いがあります。他の堀口系 YouTuber には、ほぼ全員開示をかけているのに、なぜか感染者様に対しては、堀口くんはあまり絡みに行かないようです。感染者様に絡みに行かない理由としては、ヨット部などで、体育会系の人たちに対して、何か重大なトラウマを抱えており、感染者様を見ていると、そのトラウマを思い出してしまって、大ダメージを受けてしまうからではないか、とする説もあります。しかしその堀口くんが、なんと感染者様に、言及していたのです。堀口くんのポストから、引用します。大学を卒業しても無職ならバカにされるって、ご自身に言っているのかな。今空茜こと水原清輝は、近畿大学ご卒業の無職ですよね。しかも、もしや自己評価が前澤友作さんと同等になっていませんかね。感染者は、大谷翔平さんを持ち出しているものの、ご自身こそ何者でもありません。あれ、堀口くんって感染者様を見ると、拒否反応が出るんじゃなかったんですか。それとも、感染者様に言及しないことを、めちゃめちゃ煽られていたので、その煽りがあまりにも効きすぎて、つい言及してしまったのでしょうか。大丈夫ですか堀口くん、無理しなくてもいいんですよ。過去のトラウマと戦うのは、ゆっくりでいいですから、焦らなくても大丈夫です。大体感染者様って、他にも本業があるのに、今は YouTube の広告収入で、30から40万円ぐらい稼いでるんでしょ。堀口くんはいくら稼いでいるんですか。あ、そういえば堀口くんの場合は収入がゼロではなく間接強制金でむしろマイナスなのでまず比較にならないでしょうか。副業で30から40万稼いでいる人に対して収入マイナスの堀口くんが何者でもありませんよというのはいかがなものでしょうか。堀口ブーストがあるとはいえ少なくとも今の YouTube で数十万円稼ぐのは相当難しいわけで一度でも数十万稼いだ時点で YouTuber としてはかなり成功している部類です。少なくとも堀口くんよりは成功しているように見えますが大谷翔平と比べたらそりゃ人類の
のほとんどが何者でもなくなってしまいます。現代の日本のプロ野球であそこまで二刀流で活躍した選手ってほとんどいないでしょ。大谷翔平は野球の歴史に残るレベルの天才です。一方感染者様の方は堀口くんに言及されたのを知ると X でウキウキで煽り散らかしていました。かなり強めに煽っています。正体現したね。ここでは紹介できない煽りもあるので一部だけ紹介します。10ビジネスクラス相当でごめん、育ちが悪くてごめん。10 ANA 上級会員でごめん、入店チェックインでごめん、気になっちゃうよねごめん。こちらは堀口くんの替え歌のパロディです。なお堀口くんはなぜか替え歌ポストを削除しています。一体なぜ削除したのでしょうか。書いた後で恥ずかしくなってしまったのでしょうか。そんなことをされたら余計に紹介したくなってしまいます。というわけで堀口くんによる本気の替え歌ギャグをどうぞご覧ください。これを見てみろよ。機内食の写真を撮るのは育ちが悪いそうです。せっかくなので今まで撮ったけれど公開していない機内食の写真も載せておきますね。いずれも ANA 10ビジネスクラスでごめん、育ちが悪くてごめん。10ANA 上級会員でごめん、優先チェックインでごめん、気になっちゃうよねごめん。最近堀口くんに関する替え歌の歌詞をネットに投稿するというのが一部で流行っているみたいです。堀口くんは自身に関する替え歌ムーブに関して結構ブチ切れているかのようなポストを投稿されていました。でもお前もやっとるやないか。チンは替え歌を作っても OK、 しかしチン以外が替え歌を作ることは許さぬというスタンスなのでしょうか。ふざけるのも大概にしとけよ。ヒデトシ、今もなお王にアシストしなきゃいけない、王にオールインしないといけない、乳酸菌かわいそうすぎんと。どうしたんだ感染者くん、急に煽りにギア上げてきて。最近の堀口くんの夜泣きにはカルピス軍団ですらドン引きしているかもしれません。イサウトのグループ DM がめちゃくちゃ盛り上がってそうです。避難所さん、誹謗中傷を止めたいんすよね笑い。避難所スタンダードでは腐った人間性も歯抜け呼ばわりも誹謗中傷にならないみたいですよ。他人の起死燃料を煽るのも蓋を開けたら理解できたのでよし。だからね、いやーどんな和解したんすかね。正直言うと和解内容をいつかボロンしてしまう前にスペースやめた方が良いっすよ。少しスペースを聞きましたが避難所はもうダメでしょ。あれ話が通じていないですもん。っていうか人の話を聞く気が全くないとしか思えません。数人の大人が自分のために真剣に話しているというのに真面目に話を聞いているとはとても思えませんでした。あれはもうダメです。2回目3万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 1日マイナス3万円とかニートにすら敗北してるんだよな。誰か1日3万円以上稼げる仕事を今すぐ堀口くんに紹介してあげてください。さて次は暇空あかね様のポストから引用します。散々派手煽り倒したから被害者ムーブできないのさ。さそれな、なんか派がどうのこうの言ってたから堀口ガチャ派、堀口スキッパはフリーなのよ。私は言いませんが煽られた張本人は言い返す権利ぐらいはあるんじゃないですかね。こんなこと言ってますよ堀口くん、訴えましょうよ。でも堀口くんが訴えた場合堀口くんの言動もアウトだと認識しているということになりませんか。どうするんでしょうか堀口くんは。綺麗な堀口くん、清谷真一さんは私は爬虫類顔と揶揄しています。嫌いな相手なら容姿や顔形であっても中傷する姿勢は極めて卑劣。安倍晋三さんが辞任した時、彼の海洋性大腸炎をおもちゃにしていた時から何も成長していません。反論の色がうかがえません。これはひどい、あまりにも美しいブーメラン発言です。約2年前の2022年2月9日に放ったブーメランが自分自身の後頭部にぶっ刺さっています。確かに爬虫類顔という表現はもしかしたらリーガルアウトを取れる表現かもしれません。しかしこれでアウトだったら普段の堀口くんの言動もアウト発言が結構あるんじゃないかと心配になってしまいます。やはり男堀口、過去の自分から狙撃されています。これもう一流スナイパーだろ。極めて稚拙、何も成長していません。反省の色がうかがえません。誰かさんに聞かせてあげたい言葉ばかりです。堀口くん、替え歌も君が最初やぞ。2024年2月15日、堀口くんという、あまりにもいろんなことがある人間について、歯についてキャンキャン吠えて、過去のガチャ派スキッパ写真がブーメランしてるのなんて、明日にはみんな忘れて次のネタになってるから安心しろよ。ライブやるか。私は堀口くんが歯を出している写真を、見たことがありませんので、なんとも言えません。というか、ヒデトシの写真って、写真によって顔変わりすぎじゃないですか。X のアイコンとは、別人レベルで顔が違う写真が多いです。いくらなんでも、修正かけすぎではないでしょうか。堀口くんは、外見的特徴を揶揄されるのが嫌なら、自分もそのような言動は控えてください。あと、周りは君が思っているほど、
気にしていないので、強く生きてください。っていうか堀口くんは、外見とかそういう問題ではないです。まずは、自分以外の生命体に、興味を持つことから始めてください。友達いない煽りは俺には聞かないんだよ。普通聞かないんだよ。だって普通友達いるんだよ。友達がいない煽りに対して、ブチ切れて、写真をアップする人なんて、私は初めて見ました。一声かけるだけで集まる友達が、なんと80人もいるんですから、そんなに怒る必要はないと思うのですが、なぜ堀口くんはあんなに怒っているのでしょうか。さて次は、堀口くんのポストから、引用します。私が広島市内のお好み焼き屋さんについて発言したら、直後に落ちユーザーがお店に突撃して、身長だけ確認させてくれと書き込んだ事件がありました。過去の画像を載せただけだから出会わずに済んだものの、もし実際に回答して断っていたら、どうなっていたんですかね。旅行先のお好み焼き屋さんすら突撃されるのですから、もし馴染みの飲食店を公表したら、どんな目に遭うかわかりません。おっしゃるようになりすまし予約の可能性もあります。私の交友関係を荒らして、私を孤立させて喜ぶ人もいそうです。なんなら、待ち伏せされて刺されるリスクだってありえます。堀口くんが、刺される、さすがにそれは、自意識過剰ではないでしょうか。公金を抜いてる団体について、調べているとか、そういうことなら命の危険もありますが、なんで堀口くんが命の危険を感じているんですか。感度3000倍やめてください。堀口くんは確かに、今まで散々迷惑なことをしてきて、様々な場所から餌をとされてきました。しかし命を狙われるほどのことは、していないはずです。それは、スケールの大きい害悪ムーブではなく、ものすごくスケールの小さい、迷惑ムーブのみを、ひたすら繰り返してきたからです。他にも指摘がある通り、現在堀口くんを知っている人の多くは、今後堀口くんが、合法的な手段によって、どんどん追い込まれていく様子が見たいのです。なので、堀口くんに対して、物理で行くようなことは、誰も望んでいませんし、そのようなことをするのは無粋です。あくまで一般論を申し上げますが、アリ地獄に落ちたアリが、必死にもがいているのを、皆が見守っている状況下で、わざわざアリを手で潰す人はいません。アリを潰すよりも、生かして、破滅する様子をじっくりと眺める方を、選択する人の方が多いはずです。それとも堀口くんは、他人から丸されるような恨みでも、どこかで飼っているのでしょうか。そっち系の人とつながりがあるとかなら、命を狙われる可能性もゼロではありませんが、正義の心を持つ堀口くんが、そっち系の人と関わりがあるはずがないので、杞憂だと思います。考えすぎです。一旦落ち着けよ、秀俊。お気に入りのお好み焼き屋さんなのに、これから足を運ぶたび、名前も顔も知らない落ちユーザーにつきまとわれた嫌な思い出が蘇るのでしょう。もしかしたら書き込んだユーザーが隣にいるかもしれない、と思いながら食べるお好み焼きは、きっと美味しくありません。そうですね、堀口くんにつきまとわれた、ミスコン女子大生も、きっと同じ気持ちだったと思いますよ。さて、話は変わって、堀口くんが参加したと思われる、ワインのオフ会の写真には、妙な点がありました。写真中央の、テーブルに置かれたワイングラスの、底の部分に、黒塗りの画像修正がしてあるのです。なぜか画像編集ソフトで、ワイングラスの底の部分を、編集して隠しているのです。一体なぜなのでしょうか。これに関する、暇空茜様の反応がこちら。これ、気づかなかったけど、ワイングラスの足の下に敷いてあるしにのりしてあって、まさにオフ会で名前がわからない人同士の時の、名札がここに置いてあったんだろうって。いやーや、堀口くん、友達なのかこれ本当に、コッパドン引き。初対面のオフ会とかだと、アカウント名や、ハンドルネームなどを記した、名札をつける、という文化が一部であるそうです。で、堀口くんが、友達の写真と称してアップした写真には、なぜかワイングラスの底の部分が、黒塗りされていたので、名札を隠しているのではないか、とする説です。ということは、堀口くんが、アップした写真は、これはちょっと、言い逃れできないですね。多分スルーするはずです。と思っていたら、堀口くんが反応していました。堀口くんの反論がこちら。暇空さんコースターってご存知、ワイングラスに使うのは珍しいかもしれないけど、100万歩譲って名札だとしてもグラスに敷いてたら失礼極まりないからね。顔は、友達いないとわからないか。顔コースターに店名が書いてあったので、店舗の特定を防ぐために、マスキングを施しました。友人と足を運ぶ店を特定されても嫌だし、お店に迷惑がかかるのも避けなければなりません。なぜかオフ会と騒がれているものの、友人たちと飲みに行っただけです。ご友人と飲みに出かけないのかな。わいこれ、堀口くんが以前挙げてたレシート、友人と二人で食事した際のものらしいけど、マスキングないね。なんでワイン会の写真だけはそんな配慮したんだろ。また訪れるとは限らない、大阪の飲食店ですからね。梅田奈良代わりの飲食店はいくらでもあります。友人と足を運ぶ場や、お気に入りの飲食店とは違います。友人と足を運ぶ店を特定されても嫌だし、敵は常に、過去の自分、全く同列でない話を持ち出して、論破した気になっているのは、ダサいですよ。いつものことですから、治らないんでしょうね。この件については、明らかに旗色が悪いので、堀口くんはスルーするだろうなと思っていたら、高速で反応してきました。なお、堀口くんの反論について、いくつかがバガバな点が指摘されています。まず、2023年4月に、ワインのお店は隠しているのに、その後の、2023年5月の、お好み焼き屋のお店は、隠していません。時系列
がバグっているのではないか、という指摘です。ワインオフ会があったのが、2021年7月で、そのワインオフ会かもしれない写真を、堀口くんが公開したのが、2023年4月です。堀口くんの話によると、お好み焼き屋の件で、店の名前を公開した結果、自称嫌な思いをしたから、その後は店の名前を公表しない、ということになったのではないでしょうか。しかし、お好み焼き屋の件の2年前に訪れた店の名前を、なぜか隠しているようです。謎です。元バーテンだけど、ワイングラスの下にコースターは引きません。グラスの重心が高くて倒れる可能性があるし、何より水滴がつかないからです。よって堀口くんの挙げてる写真は、お店ではないと思われます。ワインの1枚目写真で、奥に食器が乱雑に置いてあるの見えるし、どう見ても店じゃねえよな。なるほどですね。勉強になります。なお今引用したのは、あくまで一般論であり、特定の出来事に関する言及ではありません。やはり、集合値を敵に回してはいけないという、当たり前のことを改めて認識させられました。今思えば WBPC も、ネットの集合値を敵に回したから、あそこまで追い込まれているのです。そんなネットの集合値と、たった一人で戦う、男堀口秀俊、そこに痺れる、憧れる。少なくとも、コーラとポップコーンを持って眺めてる傍観者は、堀口秀俊という物語の結末を見たいんだから、それまで生きててくれなければ困るわけで、こちら側は堀口くんには生きててほしいんですよ。そうじゃない人がいるとしたら、そちら側なんじゃないですか。堀口くん襲いたい奴なんて、いないと思うよ。監視カメラ越しとかに、眺めたい人はたくさんいると思う。チャットレディだっけ、カメラ設置してスパチャもらうやつやったら、クソ儲かると思うよ。堀口くんは、動画編集もできなさそうなので、一時期のカツ丼チャンネルみたいに、生配信主体で、投げ銭をメインで稼ぐのが良いと思います。あと、堀口くんには申し訳ないのですが、堀口くんを襲う人なんていないという点には、同意です。くさ、堀口くん、VTuber の開示を遅らせた原因として、広まり出してるのか、そっちじゃなくて、VTuber が開示請求かけても、X が遅れて開示請求失敗する事案が出てきたの。それでなんで X は遅いんだ、なんでパンクしてんだ。ってその V の配信のコメント欄で話題になって、その原因について認知され始めてること。天界司が開示失敗した時期に、裁判所をパンクさせてたのは、堀口秀俊くんです。堀口くん、こんなことを言っている人がいますが、これは本当なのですか？もし事実と異なるのなら、大至急プレスリリースをお願いします。さて次は、堀口くんのポストから、引用します。グラスの下に丸い紙があったら、大抵の人はコースターだと考えるはずです。事実、これは店名入りのコースターです。普通は名札だと思いません。名札をコースターとして使うこともありません。どんな社会生活を送って、どんな経験を積んだら、ワインの下に名札を置く、発想に至るのでしょうか。まだ言っててササパンダ。もういいですよ堀口くん。君がいくら必死に弁明したところで、もはやほとんどの人は、聞く耳すら持ってくれません。そんな状況になってしまったのは、ひとえに堀口くんの普段の振る舞いが原因であり、周りは悪くありませんよね。貴殿の執刀であることは、明白でしょうに。ただこの写真、ワイングラスの底以外にも、妙な点があります。なんか店にしては、どっちらかっていませんか。いやでも見方によっては、店に見えなくもないかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。ひまそらさん、一人ディズニーバカにしたいんだと思うけど、現地行くと結構いますよそういう人、割といますよね。行ったことないのかな。テーマパークに全く興味ない、という人もいますし、ディズニーランドに行ったことで、マウントを取る人は初めて見ました。というか堀口くん、ディズニーランドに行けなかったことが、ものすごく悔しかった、みたいなことを過去におっしゃっていましたが、自分がディズニーに行けなくて辛い思いをしたので、全人類が、ディズニーに行けないことを悔しいと思っている、と勘違いしていませんか。誹謗中傷グループに所属し、匿名化して誹謗中傷しながら、一人で声優のライブに行き、その様子を恥ずかしげもなく自分語りしていた。くそ恥ずかしい匿名弁護士がいるので、その弁護士と一緒に、ディズニーに行ってくれば良いんじゃないでしょうか。ワインオフの意味は不明ながら、あの飲み会はもう少し後です。ワインくらい飲む機会は多々あります。それに、友人と飲んだ画像を掲載した時点で、暇空茜こと水原清輝には絡まれていたし、一般社団法人コラボへの活動妨害も起きていたので、念のため警戒してマスキングしたに過ぎません。そもそも、堀口くんがオフ会に参加していたとか、してないとか、どうでもよくないですか。何を一体そんなに必死に反論しているのか、よくわかりません。あ、でも、あれか、友達との写真だ、と言ってアップした写真が、もし仮にオフ会の時の写真だった場合、それはちょっと恥ずかしいかもしれませんね。でも、そのオフ会で友達になることができたのなら、友達の写真というのは事実であり、一応嘘はついていないということになります。結論、どっちでもいいです。一人焼肉とかもそうだけど、一人での楽しみ方ってあるよね。一人で行動するからといって、友人がいないわけじゃない。一人で行動したい時もあるし、最近は一人なんちゃらも増えています。一人でテーマパークに行ったからと茶化すのは、価値観をアップデートできていない、証拠なんですよね。堀口くんに、価値観をアップデートできていない、と言われても、説得力が全くないのですが。
せめてもう少し、人の話を聞けるようになってから、言ってください。モロチン私も、一人で行動するのが悪いことだとは、思っていませんよ。好きなように自由に生きれば良いのです。しかし、友達がいないと言われただけで、何枚も写真をアップしたり、オフ会の件を指摘されただけで、延々と反論している人を見ると、ちょっと怖いなと感じてしまいます。もっと堂々と、胸張って生きろよ。ひでとし、一人がなんだ、友達がいないことがなんだ、そんなくだらない価値観に縛られてないで、自分の生きたいように生きろよ。ひでとし、まず、友達がいないと煽られただけで、感度3000倍になってしまう時点で、堀口くんの言葉を借りれば、価値観をアップデートできていない証拠なんですよね。今日は、春物の全裸で過ごせるくらい、暖かったですね。最も上等な全裸は、一丁裸なんですかね。まあ、そうですね。例えるなら、繁華街でゴロン、しながら、堂々と歩いてやるぐらいの気持ちで、自分をさらけ出して生きてみるのが、良いんじゃないでしょうか。あくまで例えですよ。本当にやらないでください。さて次は、暇空あかね様のポストから引用します。ノート訴訟への補助参加は、多分堀口くんの想定外だったと思う。でもその程度の想定もしてもらえてないのは、弁護士ときちんと打ち合わせできてないんじゃない。時差のせい、笑い。ちょっと、お願いしますよ。コラボ弁護団の皆さん、堀口くんを援助するんだったら、最後まで仲良くしてあげてくださいよ。もうコラボ弁護団と堀口秀俊は運命共同体となっておりますので、どうかこのまま最後までお付き合いください。笑い。補助参加によって今後どのような主張が展開されるのかも楽しみです。絶対に秀俊を逃さないという強い意志を感じます。さて次の話題です。また許せない出来事が発生してしまいました。イッチー様という絵師の方のメールアドレスを無断で使って爆丸予告が行われたそうです。イッチー様のポストから引用します。先日とある大学病院様へ、僕がブログなどで公開しているメールアドレスを貼り付けて爆丸予告を行ってしまった方がいるようです。事実確認中ですが、シャレになってないのでもう後の祭りなんですけど、このようなことで人生棒に振るのはちょっともったいないのではないかと思います。神絵師のメルアドを使って爆破予告をする人物が現れたそうです。許せませんね。しかも大学病院ということでかなり迷惑がかかっているはずです。最近では爆丸予告があった場合、実際に行われるものとして対応する場合と、実際に行われないものとして無視して対応する場合があるそうです。匿名化した上で犯罪予告をするケースが増えてきていますが、実際に行われるケースは稀です。犯罪予告を無視することについて批判もあるかと思いますが、毎回対応しているとかなりの損害が出るので仕方ありません。これ犯人がもしあの有名なハッカーだったら多分逮捕されるんじゃないですかね。この件に関する暇空あかね様の反応がこちら。偶然だとは思うんだけど、俺がたまに RP してるイラストレーターさんだから、それで目をつけた俺に恨みを持つ犯人だったりした場合、絶対に犯人は許しません。あとそもそも爆丸予告とかする犯人は許されざるよ。仮にイッチーさんの俺周りのことだとすると、犯人は相当焦ってるというか追い詰められてそうだな。爆丸予告で実害があるような大学病院へのメールとか、命知らずというか警察をキレさせたいのかな。実は他にもちょっと気になる動きがありまして、もし仮に別件の犯罪予告と同一犯だとすると、犯人はかなり追い込まれているのでしょう。今回のイクシーさんの件は違うって、カルピスが大合唱してるって、マジなんでこれだけは違うってわかるんですか。あと本当に違うか、犯人捕まらないとわからないと思いません。どちらにせよ、爆丸なりすまし予告する人間のクズなんて捕まった方がいいし、仮にこれまで制御できて把握してると思ってても、制御から外れた可能性は想定できないのかな。あくまで一般論を申し上げますが、日常的に嘘をつく人を仲間にすると、仲間にも嘘をつく可能性があるので面倒です。そういう虚言癖がある人とは直接関わらない方が良いです。それなのに自分から関わっていく人たちもいるのですから、世の中は不思議なものです。2024年2月16日、堀口君への仮処分2の書面が本日届くらしいので、夜泣きがすごくなるかも。どうすんのかな、海外設定で今度は受け取ってない設定最初からやるのかな。後で偉いことになると思うけど、さっさと学習院告発サイトを消しておけばこんなことにはならなかったのにね。頭おかしなるで、また全力で送達から逃げ回るつもりなのでしょうか。堀口くんは裁判で勝つ気があるんだったら逃げ回ってないで、さっさと正面から勝負してください。ブリーチの関東の山爺のポエムで、伏して生きるな、立ちて死すべしという言葉があります。後半のブリーチの関東ポエムは堀口秀俊構文と同じぐらい意味不明なものも多かったですが、このポエムはとても好きです。伏して生きるな、立ちて死すべし、こそこそ逃げ回ったり、卑怯な手を使って敗北から逃げようとするよりも、堂々と正面からぶつかって完全敗北した方がまだ絵になります。まあ堀口くんの場合は伏していても立っていてもどのみち敗北することに変わりはないので、どっちも大差ないかもしれませんが、でもどうせなら伏したまま敗北するよりも、堂々と仁王立ちしたまま完全
敗北していただきたいものです。せめて少しは法の威厳を見せてください。逮捕堀口くん裁判では普通の裁判で流行らなくてもいいことまでやってます。そもそもこんな存在を司法は想定していない。法の想定を超えてくる男、堀口秀俊くんです。送達から逃げ回りつつ、何千件も開示しようとする人の話なんて、今まで一度も聞いたことがありません。やってることがヤバすぎるだろ。もう周りに迷惑をかけるのはやめて、Amazon の奥地とかで、誰とも関わらずに、ご隠居生活を送っていただきたいです。他人の名前で、病院に爆破予告って、マジで人間のクズですよ。はよ捕まらんかな。下手したら、命に関わる話です。やっていることがあまりにも下水です。犯人が誰なのかは知りませんが、もし正体が判明すれば、一生就職できないでしょうね。今回の動画は久しぶりにひまそらあかね様と WBPC に関する動画です。昨日2月16日は激動の1日でした。いろいろありましたね。ひまそらあかね様の書類送検と脅迫によるネトゲ戦記のアニメイトでの店頭販売中止が同じ日に起こりました。まずはネトゲ戦記のアニメイト店頭販売中止に関するひまそらあかね様のポストから引用します。本日この後アニメイトよりネトゲ戦記の予約打ち切り店頭販売中止の予告が出るそうです。理由は口止めされてますが、俺の責任で言います。この発言の件で罰を受ける人がいるなら俺の責任です。弁護団もナル君も角川もアニメイトも関係ありません。理由はアニメイトにひまそらあかねの本を販売するなら凶悪事件を起こしてやるとの脅迫が届いたからだそうです。アニメイトが客の安全を考えこういう対応になったことは残念ですがしょうがないと思います。うわぁ最低すぎる。凶悪に事件を引き合いに出すのも異常ですし、堂々と犯罪行為をしてまで他人の足を引っ張るというのは本当に情けない行為です。脅迫なんかどうせ口だけなんだから気にせず無視して販売続行すればよいんじゃないのと思った人もいるかもしれません。ただ今回の脅迫に関しては内容がかなりひどいみたいで、日本の企業であれば対応をせざるを得ない脅迫内容だそうです。なのでアニメイトのこの対応は仕方ありません。アニメイトが悪いのではなく悪いのは犯人です。この点を明らかにしない販売中は最近ジェンダー本での発売停止もあったことから角川やアニメイトが活動家に屈したとの間違った憶測が広まることも我慢できません。すべて悪いのはこのような卑劣な脅迫行為という犯罪行為をした犯人です。決して許しません。そしてこの発表は僕の独断であり、アニメイトも角川も口止めをお願いしてきています。あくまで僕個人の責任により暴露しています。この暴露による責任は僕にあります。でこの直後にアニメイトの公式サイトでネトゲ戦記に関する発表がありました。アニメイト公式から引用します。書籍ネトゲ戦記の商品を取り扱いにつきまして、お客様各位平素よりアニメイトをご利用いただきまして誠にありがとうございます。書籍ネトゲ戦記につきまして初版の事情によりお取り扱いを中止いたします。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。株式会社アニメイト。アニメイト側での発表では取り扱い中止に至った経緯が一切書かれていません。ひまそらあかね様が独断で経緯を発表しなければ活動家による抗議の末取り扱い停止になったというストーリーになっていたことは間違いありません。この件に対するネットの反応を一部紹介します。あと京都アニメーション放火事件を軽々しく使う神経も許せないし許さない。たった一人が起こした明治以降で最多の犠牲者を出した事件を使って脅迫するその少年腐りきっている。犯人の魂は人間のそれではなく獣以下の畜生だ。アマゾンや楽天でも取り扱われるのに京アニ事件を引き合いに出したりアニメイトだけターゲットにしたり、アニメや漫画に差別意識を持ってるやつなんだろうな。青葉真司の放火では36人も亡くなってる。そんな事件を起こしてやるなんて軽率に脅迫してくるやつはちゃんと逮捕されてほしい。この件と関連性があるは不明ですが、埼玉県庁や埼玉県の小中学校に対して爆丸予告が行われているそうです。おそらく犯人は匿名化していて特定するのは困難でしょう。ただもし別件でやらかしている場合は確実に逮捕されます。今回の件はひまそら弁護団や現場の警察もかなり怒っているとのことで、犯人はただでは済まないでしょう。アニメイトでの取り扱い停止によってかなりの金額の損害が出ています。匿名化ツールを用いてこのような実害を企業や個人に与えることができるのは問題ではないでしょうか。匿名化ツールを用いたおかしな IP やおかしなアクセス経路の場合、アクセスを遮断するなどの対策を一般化させるなどの対応が今後必要です。こういったVPN や TOA を用いた犯罪は他の界隈でも稀に行われていることです。犯人について皆様も口には出さないものの大体察しはついているはずです。ただどうなんでしょうね。今回の犯人が寿司なりすましの件と同一犯かどうかについては正直微妙です。ただ書類送検のタイミングといいちょっと引っかかることはあります。その点については後ほど詳しく紹介します。さて次はひまそらあかね様のポストから引用します。なんでXCさんの件で俺が切れたかわかりました。犯人大ごとにしたな。まだ表にしてない件もある。お前捕まったらシャバに早々戻れないよもう。
生放送での話を聞く限りでは、今表に出している情報は、ごく一部みたいな雰囲気でした。おそらく裏で色々起こってるんでしょうね。マジで今、裏で何が起きてるんですかね。ちょっと想像もつきません。堀口さん、ネトウヨ系、アンチフェミニストが暗躍しているようですね。京都アニメーションの放火犯のように、彼らは一線を平気で越えてきますが、気を強く持ちましょう。私たちは悪くないのです。あれ、偶然と思うけど犯行この直後です。あるいはこれを見て、実行したのかもしれませんね。まあ、さすがにたまたまだと思いますよ。京都アニメーションの件は、日本人なら誰もが知っているレベルの大事件ですし、今回の件について刑事告訴弁護団に依頼しました。僕も被害者ですから、犯人が見つかったら絶対に示談はしませんし、民事でも賠償させます。俺はこの事件について軽口を叩くつもりはない。犯人は絶対に許さない。今日は事件を引き合いに出しての脅迫など、畜生にも劣る行為、絶対に許すことはない。なお、この件が広く拡散された影響か、ネトゲ戦記の紙の本が通販で売り切れになっているみたいです。電子版の方は購入できます。ネトゲ戦記の出版を妨害するために行った脅迫行為によって、かえって販売を促進してしまった。という可能性もあります。なんとも皮肉な話です。本当に捕まってほしい。警察には全面的に協力していくので、言えないことが増えると思います。よかったな、堀口くん。寿司なりすまし犯はどうやら捕まるぞ。こいつがアニメイト脅迫犯かは知らんが。いきなり、爆弾ぶっ込んできて刺さったんだ。寿司なりすましの件は、もっと時間がかかると思っていました。このスピード感よ、早すぎる。さすがに寿司なりすましの犯人とは、別人ではないでしょうか。まあでも両方逮捕されれば、いずれわかることでしょうか。もし皆様が思い浮かべている人が、犯人だった場合、全国ニュースとかになって、その犯人の顔面がテレビで流れるのでしょうか。想像するだけで頭おかしなるで。別件ですが、堀口くんのとこに、仮処分の書類届いたそうです。まあ届いてないと言い張って、今度は裁判所来ないのかもしれませんけど、あつごめん。堀口くん裁判所電話参加やったわ。来なくていいね。秀俊、お前、来なくていいってよ。今回は堀口くんの話はしない予定だったのですが、当チャンネルを見ている視聴者兄貴のほとんどは堀口秀俊ウォッチャーだと思うので、ついでに紹介することにしました。なのでこの動画は堀口秀俊スペシャル番外編ということで、よろしくお願いします。堀口くんは逃げてないで、さっさと裁判と向き合ってください。 X でクソどうでもいいポストしてる場合じゃないですよ。仮処分にの話ね。堀口くんの書面と管理人さんからの手紙早く読みたいな。多分爆笑できて癒しになるから。堀口くん、早く新作を出してください。このままでは頭がおかしくなってしまいます。いや、よく考えたら元からおかしかったわ。さて、この後さらに、衝撃的な出来事が起こります。なんと暇空亀様が、書類送検されたらしいです。書類送検。まずは、TBS ニュースの記事から引用します。性暴力などの被害に遭った、10代少女の支援を行う一般社団法人コラボに対し、SNS 上に嘘の書き込みをして名誉毀損したとして、警視庁が自称 YouTuber の男性を書類送検しました。書類送検されたのは、自称 YouTuber の男性41で、おととし9月、自身のブログで、一般社団法人コラボについて、10代の女性をタコ部屋に住ませ、生活保護を受給させて、一人6万5000円を徴収してる、と嘘の内容を記載して、名誉毀損した疑いが持たれています。コラボは、悪い風評が流れ、活動に影響が出たなどとして、去年11月にこの男性を刑事告訴していました。任意の調べに対し、男性は SNS 上に載せたのは事実だが、ホームページに上げている画像を見て、検証し考察した過程を論評したまでと話しているということです。刑事告訴とは、被害届とは異なります。被害届の上位互換みたいな感じです。弁護士などが告訴状を書いて、警察に提出するため、数十万円の費用がかかります。コラボ側は、高額な費用を払ってでも、暇空茜様の法的責任を追及したかったのでしょう。ただ、生活保護の件については、現在の裁判で新たな情報が出ているため、この内容ではおそらく、起訴まではいかないと思います。刑事告訴が受理された場合、書類送検までは確定なので、ここでの書類送検とは、あくまで書類を提出するぐらいの意味合いしかありませんので、気をつけてください。書類送検を、逮捕と同じようなものと勘違いしている、限界左翼みたいな人がたまにいますが、ああなったら終わりです。なお、コラボが刑事告訴した時期については、諸説あります。告訴の内容的に、2022年11月の、リガハラ会見のあたりではないか、とする説を私も推しています。刑事告訴プラス、リガハラ会見で、徹底的に暇空茜様を、社会的に潰すつもりだったのかもしれません。ただ、会計関連の話で刑事告訴せず、なぜ生活保護の件で告訴しているのかは、謎です。夢の、どういうこと？
この件に対する、ひまそらあかね様の反応が、こちらです。これ俺、2023年の1月に、コラボから刑事告訴されてますって言われて警察呼ばれたけど、ちょろっと取り調べ受けたら終わって、その後連絡ないなぁと思ってたけど、まだ俺に連絡来てないから、コラボからのリークかな、書類送検って告訴すれば必ずやることで、むしろ僕の逮捕は必要なかったってことよ。逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に、逮捕することが多いみたいです。ガールズバーに強い弁護士や、ホームレス犯罪者おじさんは、やばいかもしれません。ちなみに生活保護受給者だけ、特別に家賃5万3700円は徴収してることが、少なくとも明らかになりました。笑い。リーガルのコメントでお願いします。刑事事件なんて、一般人はわからんと思うので、解説すると、被害届、警察が捜査するか自由、刑事告訴、告発、警察は捜査して、書類を検察に送るところ、書類送検までは義務、捜査の途中で、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると逮捕される、まあ起訴不起訴になったら告知します、書類送検までは確定演出ですよ。弁護士などがついて、しっかりと刑事告訴をすると、大抵の場合は告訴が通る場合が多いみたいです。コラボが俺のこと刑事告訴したのは、去年1月と、警察の刑事さんが言ってたので、その辺で向きってなってたんやろな。これ、記者は11月と言っていて、記者と警察のどちらかが嘘をついているか、どちらかが間違っている可能性があります。まあ時期に関してはそれほど重要ではないかもしれませんが、多分不起訴の見込みが立ってて、だから書類送検でニュースにしてイメージ低下だけ狙ったのではと僕は思います。俺すら知らないし、告訴人のコラボは送検されたかは知ることができるので、リークしたのはコラボかなと思うと思うけど、アニメイト脅迫犯ともろかぶりとは運がないね。と言ってもニュースの予定はそうそう崩せない。特に当日とかはってのは NHK 変更報道事件で分かったし、何より俺の方から先に出されたら終わりだから急いで出したのかにゃんねー。調書の内容を暗記して弁護団にも確認してもらったけど、まあ不起訴やとは思いますよ。ここが法治国家ならね。過去にもコラボを擁護するようなマスコミの記事が結構出ていますから、コラボがリークしたという可能性は十分考えられます。あくまで意見論評です。このように刑事事件なんてのは1年とか経って進むのがザラですよ。警察予算ないんすよ。 WBPC とかフローレンスに出してる公金警察に回しましょうよ。もしかして販売停止と書類送検をリンクさせるつもりだった可能性はあります。アニメイトの販売中止が今日出たの、犯人からそういう指定やったんですよ。マジこれ、狂ってる、怖すぎるんで繋げるのやめとくわ。警察の捜査末はみんな怖いからやめとこうね。昨日脅迫あって今日中止出るほど差し迫ってたのは、そういう指定が犯人からあったからです。唐突なホラー展開、やめろ。まるで犯人は書類送検のニュースが16日にボロンされることを最初から知っていたかのような。いや、モロチン、たまたまでしょうけど。現代最強のエンタメ、ホラー、堀口、社会問題、すべてのエンタメを超えるリアルエンタメ、暇な空白チャンネルです。昨日の、暇な空白チャンネルの生配信では、ホロライブに匹敵するレベルの同説を、叩き出していました。これもう、大物 VTuber だろ。刑事告訴が受理されたら警察が捜査し、捜査結果は検察へ送る、すなわち書類送検、それを起訴するかどうかは検察の判断、約8割は起訴されない、推定無罪どころか起訴すらされてないのに、さも悪事かのように警察がわざわざリークしてこういう報道が出る、悪臭。やめるべき。告訴人も送検されたか聞いたら知ることができるので、リークしたのは警察か告訴人です。一応リークしたのは警察かもしれませんよ。たとえ告訴人が左派系のマスコミと強いつながりがあって、記者会見で NHK を呼べるほどの力があって、マスコミとの強力なパイプを持っているとしても、警察がリークした可能性も決して否定はできません。繋げて考えるのはさすがにアルミやろ。なんで本スレタキパンスレにアニメイト脅迫犯販売中止と書類送検繋げようとするやつ、大量に湧いてるのかわからんが、さすがにたまたまだと思いますけどね。ただ気になるのは、犯人が書籍の発売日ではなく、なぜか16日を狙った点です。普通、書籍の販売に打撃を与えたいのなら、発売日当日に店頭販売中止になるよう、調整しませんか？なぜ16日なのでしょうか？いや、まさかね。それともう一つ気になるのは、犯人がなぜか、店頭販売を中止にした理由を、表では言うな、と指定していた点です。普通、そんなことまでわざわざ、指定するでしょうか？よくわかりません。たまたま、偶然が重なってしまったのか、あるいは、まあでも確定するまでは基本、たまたまとして扱いましょう。私はたまたまの扱いには、長けています。原因は、今日アニ事件みたいに放火予告があったから、真偽不明ではなく、こっち書類送検では、ちゃうよ、アニメイトは脅迫のせいで販売中止、俺が暴露しなかったらこうされてた。書類送検に関するリークがあったから、アニメイトが店頭販売中止したのではないか、という説も上がっていましたが、ひまそらあかね様本人は、これを否定しています。これ、脅迫条件全のみして、理由告知してくれって、強く求めた俺の話は、飲んでくれなかったのよ。犯人に従って初犯の事情によりと理由を伏せたわけだけど、結果見たら怖すぎ。俺は理由を出すのが最低限の道理だろうと作者として強く求めましたよ。私も今回の件に関しては理由を出して正解だと思います。
もし理由を出さなかったら、差別主義者の出版を潰してやった、みたいな感じで、限界左翼の方々が吹き上がってそうですし、今回の書類送検ですら、大喜びで吹き上がっている人たちですし、暇空茜様の書類送検について、宇佐美のりあ様、本物の方は、なんで一般人の書類送検が、こんなニュースになるんだ、別に起訴されたわけでもないのに、不当だろ、と投稿されています。日頃から、マスコミが WBPC 問題をガンガン扱っていて、暇空茜様のことを取り上げているのなら、書類送検について報道するのも、わかります。しかし、肝心の WBPC 問題について、普段ろくに取り上げず、一般男性扱いしているのに、書類送検に関してはバリバリ取り上げるのは、なんだか妙な感じがします。しかも、TBS のニュースでは、片付けられたコラボのシェルターの部屋の写真を掲載しています。とっちらかったあの部屋ではなく、わざわざ片付いた部屋を映像で流すあたり、悪意をビンビンに感じます。新聞赤旗か、お前は、おいおら TBS。ダメじゃないか、そんな露骨な印象操作をした。ちなみに、毎日新聞に至っては、書類送検の記事で、パトカーの画像が使われています。やってんねえ、そこまで露骨な手を使ってきますか。書類送検でパトカーは、明らかにやりすぎ行き過ぎでササパンだ。しかし、産経や毎日の記事では、起訴するかどうかの判断を、検察に委ねる、相当処分の意見をつけた、という趣旨の記述がありました。暇空茜様によると、相当処分なら、ほぼ確で不起訴だよ、とのことです。さて、どうなるのでしょうか。もし万が一、暇空茜様が逮捕されるようなことがあれば、その時は、鬼のようにこするしかありません。柴田みたいな感じで、暇空茜を救いたい、という動画を、1日10本ぐらい投稿してそう。そういえば、カルピス軍団のグループ DM のリークで、暇空茜は逮捕される、みたいなことが言われていたそうですが、それってもしかして、この件なのでしょうか。いや、関係ないかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。つまりアニメイトは、犯人側から、理由を言わずに販売をやめろ、でないと丸々すんぞ、と脅されてたわけか。理由を言わずに、が最重要ポイントだったわけか。まさかそこそんな重要とは思わにゃんか。でもなんか言わないと我慢できないなって、この結果何か問題背負うことになろうが言っとけって、カンピューターさんが、さすがにタイミングが合いすぎててアルミ不可避、偶然、って怖いね。タコ部屋名誉毀損訴訟に直接関係ない、片付いた部屋の画像を使って、ホームページに上げている画像を見て、検証し考察した過程を論評したまで、と報道するのが姑息。これほど卑怯な報道をするなら、大公正かもね。そして書類送検の件で、少し面白い動きがありました。X 番孫子こと、滝沢ガレソ様が、なんと暇空茜様の書類送検を X でまとめて投稿したのです。WBPC 関連を最近全然こすらず、ジャニーズに関して極めて偏った取り上げ方をして、今日は2事件を絡めた脅迫の件について一切取り上げないガレソ様が、なんと書類送検は取り上げたのです。しかも、暇な空白チャンネルの生配信中に、生配信の映像を、ものすごく悪意のある切り取り方をしてまとめて、無断転載するという、斜め上のムーブを披露してくれました。そして暇空茜様に、無断転載を指摘されると、ガレソ様は一旦追消しして、生配信の切り抜きを除外して、再びポストを投稿し直しました。大物ツイッターらしからぬ、ガバガバなムーブです。これ多分、開示請求ぐらいなら確実に通りますよ。わざわざ訴えるかは微妙ですけど、さて、滝沢ガレソ様について、首輪がつけられているのではないか、という意見もあります。その件について、私の意見を話しておきます。まず結論から言うと、首輪がつけられているかは、私にはわかりません。なんとも言えません。ただ、皆様、ガレソ様のことを過大評価しすぎです。フォロワー数が多いだけで、ただの一般人ですよあの人。めちゃめちゃ投稿が拡散されていて、有名だから、なんかすごい人だと勘違いしている人もいますが、たまたま伸びただけの、ただの一般人です。炎上について、わかりやすくまとめる能力はありますが、優れたユーモアセンスを持っているわけでもなく、ガレソ様本人に魅力があるわけではありません。ジャニーズ問題の取り上げ方が、偏っている理由は、どこかからお金をもらっているとかではなく、単にガレソ様が、情弱なだけではないか、という可能性を、私は疑っています。あと、今回の書類送検について取り上げたのは、以前から暇空茜様に絡まれていて、こないだレスバトルをしたから、その支援もあるでしょうし、なので、ガレソが首輪をつけられている説については、現時点では私は懐疑的です。皆様、ガレソ様に期待しすぎ、ただの一般人を過大評価しすぎです。暇空茜様は、少しでも勝てそうなポイントがあれば、ネームどう片っ端から訴えてくる人物です。それなのに、暇空茜様の配信を勝手に切り抜いて、X で無断転載するとか、ありえないでしょ。いくらなんでも、脇が甘すぎます。暇空茜様がどんな人物なのか、ほんの少しでも知っていれば、このような失態は絶対にしません。完全にエアプです。
わかりますか？仲井戸様の顔が、思い浮かんだ人もいるかもしれません。なんでや、仲井戸様は関係ないやろ。この信じられない執刀からも、ガレソ様が、いかにガバガバなのかがわかると思います。単にガバガバだから、クソムーブをしているのが、首輪をつけている、という風に見えるだけかもしれません。とはいえ、ガレソ様は、X が収益化してから、露骨に投稿頻度が上がっているので、お金が第一なのは間違いありません。なので首輪つけられている説を全否定するわけではありません。ただ現時点では、あくまで推測の域を出ない話ではあります。なので今後、具体的な証拠とかが出てくるようなことがあれば、面白いですね。それでは、ひまそらあかね様のポストから引用します。これ滝沢ガレソが、恣意的に編集してアップしてた、切り抜き動画、脈絡なく飛んで、いきなりスパチャ読めないよって言ってるシーンがぶっ込まれる。ガレソ、これがお前の配慮かよ。首輪つけられてるかは置いといて、滝沢ガレソというアルファツイッターラーが、完全に終わった瞬間です。いくらレスバした相手とはいえ、こんな悪意 100% の切り取り方をしている時点で、ガレソ様の発信する情報には、今後何の価値もありません。おこなの、おこなの、ガレソさん、どしたん、話事故か。なお、もう一つ面白い話を紹介します。最近 X には、特定のリプを、非表示にする機能が実装されました。そして、この機能の面白いところが、非表示にしたリプを、第三者が見ることができる、という点です。滝沢ガレソ様は、ひまそらあかね様の書類送検のポストで、結構な数のリプを非表示にしています。どんなリプを非表示にしたのかを見るのって、すごく面白そうじゃないですか。というわけで早速、見ていきましょう。生活保護本当に必要な人に届いてほしい。市役所や民生委員の人が一生懸命調査しても、ズルしてる人本当に必要な人の判断難しいんだろうな。いや、なんでこれが非表示やねん。おかしいやろ、別にいいじゃないですか。これぐらい、ガレソお前、感度3000倍か。ニュースで本名出してないけど、勝手に記載したら、事実でも名誉毀損ありえるんじゃない。これも非表示になってて、ささファンだ。へいへいへい、著作権侵害にビビって、速攻でポストを削除するという、クソダサムーブを披露したガレソ様、名誉毀損にビビってるー。マジレスすると、さすがに名誉毀損は無理だと思います。この方もあくまで、ありえるんじゃない、という疑問形なので、特におかしなことはおっしゃっていませんが、ガレソさん非表示にするのやめてください。言論弾圧は良くないですよ。これも非表示にするのは笑う。ガレソ様、散々他人の炎上に便乗しておいて、この程度のリプを非表示にするとか、さすがにメンタル弱すぎませんか。ちなみに、こちらのハイブタ様のリプも、非表示にされています。ガレソ様と、避難所の、DM でのやり取りのスクショが、以前公開されていました。そのスクショを貼ったら、非表示にされたみたいです。避難所とガレソ様のやり取りを、掲載されることが、何か不都合なのでしょうか。よくわかりません。ちなみに、ひまそらあかね様の書類送検を受けて、エコチェンスレミンの間では、堀口の刑事告訴も、そろそろ結果が出るかもな、ふふ、という感じになっていました。頭おかしなっとるで。なお、WBPC 関連の漫画を描いている、スルメ様のところにも、漫画を消さないと〇〇する、という犯罪予告が、来ているそうです。手口や文面からして、匿名化して、普段から常習的に、この手の犯罪予告を行っている人物が、犯人なのではないか、と思います。寿司なりすましと、同一犯なのかは不明です。別の愉快犯かもしれませんし、ただ寿司なりすましの件は、犯人が逮捕される可能性が高いということで、もし同一犯であればそのうちわかるはずです。最後に、コラボに関する 2S 様のポストから引用します。トレンドに出てるコラボっていう団体が何千万という公金でやってる事業で、東京都に提出した報告書では12人保護したうち虐待被害者が32人だったそうです。これを何も言わず黙認するのが東京都庁。まともな社会経験ある人ならこれがいかに偉いことかわかるかと思いますが、どえらいことですね。脳が理解を拒みます。以前 WBPC が大きな話題になった時は、まだポーンが流行していませんでした。今後もし住民訴訟で、大きな動きがあった場合、怒涛のポーンが見られることでしょう。最後に自前の広告が流れます。ひまそらあかね様のネトゲ戦記、書籍版が、2024年2月21日に発売されます。紙の本は品切れ状態ですが、電子書籍版は購入可能です。ネトゲ戦記は、一般男性が最高裁で、6億円を手にするまでの物語です。高校を中退してネットゲーマーになったひまそらあかね様は、ベンチャー企業の立ち上げに参加し、成功をつかみかけたものの、裏切られて全てを失います。そこから7年かけて逆襲し、6億円を勝ち取りました。WBPC や堀口くんを追う人であれば、絶対に読んでおきたい一冊です。私は書籍化前のノート版を読みましたが、今回の書籍化にあたって、内容が追加されたり修正されたりしていて、ノート版を読んだ人でも楽しめる内容になっているそうです。詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。